なんかさ、さっき X 投稿したんで、みんなリポストしてください。なんかうちがなんか9点、まあ、いつも使ってるんですけど、9点大好き人間だから、メイクコスメとかも9点とか使いまくってるんですけど、なんか9点のなんか目変わり、まあ、これはもう JK みんななんか結構使うんですよ、目変わり。マジで安くなるから。だっていつもさ3000円するものをさ2000円とかで買えたらお得でしょ。でいつもそれで買えるんですよ、まあ、定期的にあるからたまにしか買えないんだけど、目代わりでは。でそれで自分は高校生の時によく X で、あ、9点の目代わり X で探してたなと思って、いいものを。だからなんか投稿したらいいかなって思って、若者向けかなと思って投稿した。で、まあ、トレンド見たら9点目代わりが入ってたから、そう投稿した。久々になんか自分なんかフォロワー増やしたいなと思って、そしたらそれ思いついた。またインプレゾンビしようとした。ちょっとだけインプレゾンビしようとして真面目なものにした。まあでも9点もトレンド入ってたから、でもインプレゾンビではないよ、本当のことを言ってる。本当に全部使ってますよ、私あのコスメ。たけさんありがとう。ハート、おヨーク、そうカナロリ花火ありがとう。そう今日髪の毛も巻いたんです、いつもの私たちが。今日もかかった嬉しい、ありがとうでした。カナロリありがとう。モデルやん、今日はモデルのお仕事してきたわ。なんつってどこだっけ、あとこれです、私が買った。いや今日お話し会だわ、普通にみんなのためにこの子来たんですよ。このプランパー、これがこれかな、トゲが入ってるやつ。トゲが入ってるかは知らないよ、でも痛いよ、めっちゃ、もうめっちゃ痛くった本当に。痛かったけど、でもこれでなんか唇がプルプルになるならいいなと思って。お話かありがとう。からしたいこさん、したありがとう。ホーリーさんありがとう。花火、はんしたまぺぬぴさん花火ありがとう。はんしたありがとう。花火こんばんは。たっかありがとう。たこ、あたこじゃん、たこか。プレゼントの画像、そうプレゼントさ、今日さ行き道にさ事務所行ったからさ、あ今日持って帰ろうと思って帰り寄ろうと思ったらさ、事務所さ寄るの忘れてさ、自分さプレゼント持って帰れなかったんだよね。でもみんながなんかもうプレゼントをちょっと見たよ、あこんなのが届いてる、嬉しい。なんか最近取り行ったばっかなのにまたプレゼントがいっぱいで嬉しかった。9点ってあまり見ないアイテムって、そうすごいよね、普通に9点ね、すごいと思う自分も。韓国系のものがいっぱい売ってるよね。大人かはやった、ハッシュタグ PR じゃないです、なのでガチ感想です、ガチの感想。私はいいと思わないやつはあの多分ツイートしないのでなので自分がツイートしてるやつはもういいと思って使ってください。皆さん、たまたこさんかわいい、ありがとう。かとまるさんありがとう。そうお得なんです、目代わり。かとまるさんありがとう。いつもと一緒違った、なんでだろう。昔友達に9点教えてもらった。9点でも結構本当に若い子みんな使ってる、自分ずっと9点使ってる、ママも使ってるママなんかママ自慢してくるもん。なんかさ、なんか最近さ流行ってるさ、うわなんかうちちょっと、はい、最近さ流行りについていけないんだよね。なんだっけ、新しいアプリ、なんかオレンジ色のさ4文字ぐらいの英語のアプリ、あの通販の、なんかそれでなんか M がついてた気がする。なんかそれをなんかママがそれでなんかを購入したらしく、なんか新員系の多分サイトなんだけど、ママがなんか購入したらしく、あティム、そうそうティムっていうの分かんないけど、そう、それでママが購入したらしくて、なんか自慢してきた。ママもなんか若者の仲間入りだからみたいな、なんか謎の自慢してきたみんなティム入れたら若者らしいよちなみにさっき投稿した X の写真、なんか2枚候補があったんだけど、そうなんかどっちがいいかなと思った時に、なんか妹の意見聞けばさ、なんか妹はさ結構若者気取りっていうか、気取りじゃない、違った、若者だからさ、なんか若者が可愛いって思う写真できっとさ可愛いって思われるじゃん、他の人からも。だから妹に聞いてもらおうと思ってママに電話したので、
ママにも一応聞いて、それでママなんか、まあ、別に妹なんかママのことを若者だと思ってないわけではないけど、一応なんか妹の意見を聞いた方がなんか若者寄りになるかなと思って、ママのことおばさんって言ってるじゃんって言われたママでも若いですよ。カジさんありがとう。花火流行りに磨そう。小さな針がトゲが入ってるコスメって大丈夫な、それあれでしょ、パックとかでしょ、なんか小さい針でさ、なんか肌を刺激して綺麗にするみたいな、なんかを分泌させて綺麗にするみたいなやつでしょ。それどうなんだろう、うちはあんま使ったことない。でも結構なんかさ、いいなんか結構いい上級の、なんか上級じゃない、なんていうの、流行りじゃない、なんだっけ、なんかいつもいいものをレビューしてくださる YouTuber さんとかが使ってたらいいなって思うよね。まだ見てないからわかんない。まあ、ピラピさんありがとう。花火肩がセクシー。よそ行きの服着とる。よそ行きって何、よそ行きって。ハンシタありがとう。金魚というか、ちょっと待って、本当に鼻がかゆい。今日で8月は終わりですね。8月の夜ラストです。10代8月の夜最後、やだ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 。なんか8月あ、なんかお話会じゃない、メールで送ったんですけど、ちょっとメール送ったんで、メール取ってくださる方読んでください。私のこの気持ち、私がなぜ8月の終わりが嫌かっていう気持ちをメール取ってる方読んでください。そして気になった方は9月からメール取ってください。そう、まあ嫌なんですよ本当に、このあの8月の終わりは本当に嫌なんです。本当にお願いします、お願いしますじゃない、間違えた、なんでもない誰にお願いしてんだろう本当に嫌です、終わらないでください。夏、うわ夏じゃない、間違えた、8月、まあ9月もね楽しみましょう。まあ、9月はなんかディズニーがすくからいいんですけど、こう夏休み終わった後らへんディズニー行こうと思います。アイドルが使ってるアプリレシピも流行りそう。私本当に何も使ってないんだよね。なんかみんなアプリとかゲームとか入れてると思うけど、私本当に何も入れてないから、なんか思んない気がする。ピクサートぐらい、ピクサートで画像編集するのと、あとモザイクのアプリとビューティーカムぐらい。確かにあり、そういうのもう全部やろう、全部レシピ投稿しよう明日までに全部、日焼け止めのレシピ、肌のレシピ、服のレシピも意味わかんないアプリのレシピ、もう全部出せる。あ、そう忘れてた、言うの今忘れてた、あの明日の、もうめっちゃ本当にめっちゃ悔しい、本当に結構ガチで悔しい、アイドルアラモードが出れなかったこと。まあでもしょうがないんですよ、もう皆さんの安全とか私たちの移動とか考えたら、まあ、普通に行けないしって考えたら本当に悔しい。昨日の夜あんなに夜遅くまで起きて頑張ったのにと思って、本当にめっちゃさ、本当にさ昨日の夜もうほぼ寝てないで頑張ったよ。もう昨日の夜中ずっとやって、今日もお話が行く前に踊ってたんですよ。まあ、昨日の夜やったから普通に寝たから覚えてるだろうと思ってやったらしっかりできてて、もうなんか自分の脳みそに今感謝してたところです。で感謝してたら中止みたいな、STU は出ないみたいになって、自分の脳みそに感謝したのにと思って、マジで悔しかった、本当に悔しいですけど、またなんかあのメンバーでなんか出すできたら嬉しいですね。できたらっていうか、なんかやってくださいって言ったから、本当にもう同じ手取りで、本当に結構良きだったんです。もう自分もめっちゃ頑張ったのにと思って、だからまあ次が楽しみですね。今回本当にすいませんでした。肩出しの服着てるメンバー多い、本当？夏だからかな。そう、カラ唐辛子でぷっくりになる、そうそういう系痛いもん今。で本当に唇がめっちゃプルプルになる、塗ってるからプルプルとかじゃなくて、普通にシワ系が なんかなくてプルプルになる、あったわ美しいバラに時がある。うん、エルグのボディの色。うん、カープダイさんありがとう。花火
金魚とからもありがとう、たっくんありがとう、花火およかわち、やった嬉しいプレゼント、そう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 、受け取ったら教える。でも本当にもうすぐ取り行きたい、明日取り行きたか、明日取り行こうかなもうプレゼントだけ、プレゼントあるからなんか普通に恥ずかしい思いしないじゃん、プレゼント なくて帰るとかそういう思いしないから、プレゼントあるの分かってたから今日見て、だから取り行こうかな明日。なっかさん金魚ありがとう。ミュウボーなんで泣いてるの私も悲しくなる、ミーポン大丈夫、なんで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 、事情説明して誰か泣かしたいでしょ、誰か悪いこと言ったってこと、もしかしてなんで泣いてたの。でも一緒に牛角行くから私が慰める。なっかさん元気ありがとう。フリフリの服珍しい、そう今日はフリフリです、新作。ちなみに下もね結構可愛いんですよ、みんなに見せたい。あでもメールを取ってくれた人は夜でね、おいしょ、おっこらせよっこらせ、本当にめっちゃ可愛いんですよこのスカートが、マジ可愛くて、ちょっと本当になんか本当にめっちゃ可愛くない、このスカートがめっちゃ可愛くて、おすすめ、あおすすめじゃない、別にみんなが履くのは別にいいと思いますけど、おすすめです。そう今日のなんか、しかもでも思ったより短くて、そうスカートが短かったの、思ったより S だったのにと思って、なんか自分あれなんだよね、なんかウエスト、なんか自慢じゃないよ、自慢じゃないけど、なんか S サイズとか買ってもなんかウエストがブカブカになるんですよ、だからなんか合わないんだよね、丈だけ長いみたいな、まあつまり足が短いってことなのかもしれないんですけど、でも本当にウエスト問題があって、一番ちっちゃいの買わなきゃいけないんですよね。どういうこと、一番大きい、待って待って、そうウエストと丈が合わないんです。 OKP さんあとありがとう、 K クワトロさんありがとう、花火ホワイトニングシール買ったな、9点で、うわーなんかそれ流行ってたよね、でもあれってなんかあれダメ、あんま良くないんじゃないの、歯のなんとかが剥がれるみたいな、歯のなんかがなんか歯のメンタルが剥がれるみたいな、なんかそういう系よね、ティム、そうダースさん今日はありがとう、ジェイちゃん花火ありがとう、お話し会話してた感じ嬉しい、ジェイちゃん花火ありがとう、中国の質がやばいって思うじゃんって思うじゃん、多分本当に買ってないからと思う、買ったら分かる、全然うちは本当に結構安いし、なんかその値段なら別に3回使って壊れても別にいいってなる、なんか分かんない、うちはそう思うかも、だって何回もうち同じものを使わないんですよね、飽き性だから、どうなんだろう、でもスマホケースとか全然シーンとかでいい気がする、自分スマホケースは普通に安いしめっちゃ可愛いんですよ、だからいい気がする、うちはティム怪しすぎて、なんかね、なんかいろんなさ、なんか話あるよね、なんか誰かこの前言ってたわ、なんかクレジットカード入力しちゃいけないとかそういう系よね、危ないみたいな、どうなんだろう、まあ、自分クレジットカードないからいいんだけどさ、岡山のクマパありがとう、気取り金魚ありがとう、結婚しないよ、インドラさんのみありがとう、ママは何歳、もうみんなよりは年下かな、でもどうなんだろう、わかんない、みんな何歳、みんな何歳か教えてもらっていいですか、アプリ怖くて入れてないの、針治療ではないの、そう永遠の17歳よ、パピノピさん花火ありがとう、 OKB さんこんばんは、時にランクあって一番上のやつめっちゃ痛い、ええこのプランパ、あプランパなんだけど、自分あプランパの話した時じゃないんですけど、これめっちゃ痛い、過去一痛い、なんかうち他のやつ使ったことあったんですよ、プランパ今までなんか友達に貸してもらったりとかで、なんか全然プランパじゃないやんってぐらい、なんかあんまりなんかヒリヒリしなかったんだけど、これはもう過去一ヒリヒリして、なんか涙出てくるぐらいヒリヒリした、最初今日話が悲しい怒らんじゃないかと怯えてました、怯えてる割にはめっちゃニコニコしてた、そう明日からまたメールおすすめで、夏休み終わり、夏の終わり、宿題終わってないよ、ケイクワトロさん金魚ありがとう、あそう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 、なんかね来るか危ないよみたいなね、見たそれ、なんかうちも脳内垂れ流し、何メールって、あメールか、かなちゃんやった嬉しい、そうかなの脳内を共有しようメールですから、皆さんかなの脳みそになれますあとはね、嬉しい、1ヶ月いいの早い、まるまるさん花火ありがとう、かなちゃん花火ありがとう、ほんと25日のために今月生きるって思ってたらもうあっという間に終わっちゃった、寂しい、カメラアプリ何のアプリなんだろう、そう
山吹さんありがとう、花火嬉しい。髪の毛、髪の毛のレシピ晩ご飯のレシピ辛ラーメンですけど、明日仕方だそう。辛ラーメンレシピ、え本当にいいんですか。私辛ラーメンマジで汚いよ、本当に見た目汚い。でもマジで味は美味しいんですよ、本当に。見た目はマジで汚いんですけど、辛ラーメンだって汁がないから。でも本当にめっちゃ美味しいのでおすすめなんですけど、やばい、フォロワー30人ぐらい減りそうそれ後悔したら。ライフなら仕方ない。名古屋待機してた、ごめんね。アプリレシピし、ピッピッシ、あ、オノピーだ、ありがとう。今日は追加嬉しいよ、話し会待ってるね、めっちゃ頑張ったの。オノピーありがとう。ダンス覚えたのにマジで悔しいです、本当に。そう、でもなんかまたいつか同じ瀬戸で同じ曲で同じメンバーで他のなんかのフェスに出れたらいいです、出たいです肩が破けてる、こういう服だよ。サラビさんのかなの絡み楽しいじゃないかゆかゆかゆ、やばい、腕がめっちゃ、え、真っ赤になったんだけど、なんかかゆと思ったらなんだろう。楽しみにしててください、またいつか。珍しいメンバーコース、確かに2期生さん 2.5 期生さん3期生さん2人、トントントンって感じで。私もめっちゃ楽しみだったのに、本当に本当に。そう、矢吹さんありがとう、花火かなちゃん買いすぎて嬉しい。ひなさんおはよう、ありがとう来てくれ。リネさん剣道すごかった、本当？今日さお話し会さ、リネさんの隣だったんだけどさ、なんかリネさんなんかめっちゃ楽しそうでさ、リネさんのお話し会に行きたくなった、普通に自分がめっちゃ楽しそうだった。なんかずっとなんかめっちゃ自己肯定感上がりそうだなと思っためっちゃ楽しそうだった。ちょっといつかリネさんのお話し会行きたい。この話かな、嬉しい、ありがとうのぴ。矢吹さんあった、ありがとう。最終話配信できないことする、なんで最終枠配信できない？誰？誰ってどういうこと？誰？うちら？誰だろう配信できない子。イベント一存さが、あらま。悔しいよね。私なんで去年のビスはもう本当になんかうちなんかもう参加してるってぐらい、あのもう。一番下だった気がする懐かしい、私も頑張ったのに。でもその子は頑張ってもね、本当にこういうイベントは一人が誰か頑張ってもダメなんですよ。みんなで頑張ろうの会、私は普通になんかもうやだみたいな感じでなんか言ってたと思う、去年もうほんとにやだみたいな泣いてた気がする、懐かしい。そんな日もありましたね。でも私はママにもうなんか心をグダグダ、心をめっちゃ折らさないでねって言われたこのやつで参加するんでしょって言われた、参加するって言ったらもう心を大事にしてねって言われた本当にそんぐらい結構メンタルやられますよ。スカート見えないよ、いや、あ、ヤッホー平手内さん、え待って、めっちゃおもろかった、めっちゃおもろかったじゃない、なんかめっちゃなんかさ、なんか土の子を見た気分だったわ、普通に絶滅危惧種すぎて可愛すぎて困る、嬉しい、色がいい、ワークの生地気持ちよさそう、え、なんかちょチクチクしてる、自慢やろ。そう、オノピー結婚しないよ、だって赤くなっちゃったもん手が。スカートはなんか、うん、なんか難しい、なんか本当に物によるんだよね。 S か XS、まあ、M は絶対でかい、フリーとか M とかは絶対でかいんだけど、 XS か S なんだけど、最近 XS はなんか丈が短かっていいことが多くって、S かなって感じ。歯のメンタル、そう歯のメンタルみたいな、
歯車スタイル誰それ。こんにちは石見さん、ありがとう。花火嬉しい。かなちゃんの話本当だね。さっきなんか誰かの橋見てたってなんか言ってたよね。今日の朝歯医者、歯医者行きたい。ドローンプレゼントでないやねえ、どういうこと、マジ意味わかんない。ティムおもろ、ティム個性的、素敵。ティムかんちゃん花火ありがとう。かなちゃんの方肩綺麗じゃないよ。ママ30ミリ。大津だと32歳だったの。ちょっとそれは負けた、ママ負けたかも。ちょっとあ、カツオのたたきさんやっほーマジで今日おもろかった、びっくりした。普通に名前変わったと思わなかった。こんばんは。今日は名前よかった、誰か分かってなかったもん。うちよかった、なんかあの認知できて、あのね、あ、あーってなってよかった。配達が遅いからすぐして、でも確かに時間はかかるけど、なんか忘れた頃に届くから嬉しい。なんかあー、こんなん頼んでたーってなって嬉しいですよ本当に。何歳見てるだろう。明日からメール取る、嬉しい。メール取ってください明日から。あ、絶対これネックレス反対になってる。メール取ってください明日から、嬉しい。ありがとう、なるみさん。くまぽんありがとう。花火かなちゃん倒しの8月。嘘かもね。静岡おすすめレシピ待ってま、あ、待ってますじゃない、任せてください。1週間ローテーションと言いながら全部死んだ。つさなみありがとう、嬉しい。私の反省点学校やん、お話しくん反省点とかそう、全部シーラーメン。そう、全部シーラーメンですよ。とっちゃまややっほー、めっちゃ赤い。え、だってめっちゃ痒いんだよ、やばくない。なんかめっちゃ痒く、なんかこれハイハイラ当たってかよ。かなえちゃん今夜も大好きすぎてプロポーズがガチで本気です。本気、あやられかなに結婚叫びたかった、待ってたのに。あ、待ってたって私か、あ、私のセリフか。うん、メンバーの間で片足が入ってる。いや、そういうわけじゃないと思う、普通にみんなが肩出したいだけじゃない。そう、リエさんめっちゃおもろかった、なんか斜め前でめっちゃ楽しそうだった。9月はフェスで、そう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 、楽しみ。そう、その分服フェスに今からでも熱量を注げるから、それはいいことなんだけどね。そう、かなちゃんの話した時のメンバーお話し会盛り上がってたえ、絶対リネさんでしょ。そう、本当におもろかった。なんかさなみありがとう。そう、組み合わせの多少影響ある。かなちゃん岡山に来てくれる。そう、岡山行きます、楽しみです。去年1位になったイベントは、あ、3期生の中で1位になったやつは STU ウォーカーかな、あの雑誌のやつ、 STU ウォーカーのやつのおかげで私は香川に行けました。ありがとうございます。表紙とかじゃないにはなれなかったけど、皆様のおかげで私は香川に行くことができました。嬉しかった。小豆島撮影に行きました、楽しかったです。めちゃめちゃ本当に楽しかった、初めてああいう撮影系が初めてだったから、マジで楽しかった。本当に美味しいものいっぱい食べれたしありがとうございました。懐かしい、あれなんか星とかあったよね、なんか星がなんか星のためになんか朝5時からさ配信してさ、なんかそれを何回も繰り返すという、今考えたら自分すごいことしてるなって思うようなものがありましたね。今はそういうのがないんだよね。高幸さんかわいい、ありがとう。幻のポケモン、そうマジで幻のポケモン本当に SS もうびっくりしたもん、来たーと思った去年の、S、ショールームアワード、そうショールームアワード去年表彰されてるよ、みんなに見せてあげる特別に。よいしょ、懐かしいな、そんなこともあったな。あ、なんかいろいろ、懐かしい、これなんかこれで頑張ってよかったなって初めて思った。今までなんかこれを受賞するまで頑張ってよかったと思ったことなかったんですけどでも初めて、うわ、ショールームを毎日頑張ってっていうか、もう楽しんでできててよかったなって思いました。これすごいでしょ、これ去年じゃじゃーん、いけなかったんですけど
その場に行きたかった。嬉しい、めっちゃ嬉しい、嬉しかったです。本当にもう本当に涙涙でした。もうびっくりした、びっくりした。マネージャーさんに言われた時えーって思って、スカート見たら可愛い感じた。やった、洋服送る時 S サイズがいいかも。後ろの新人賞、そう XS なんで子供服だね。西松屋じゃないわ、西松屋は130センチ。でも一時期自分ズボンとかも、え、なんか長ズボンは未だにうち身長ちっちゃいから150とか着ますよ、島村のだって長さがさめっちゃ長くなっちゃうんだもん、 M とか着るとかダメなんですよ。からしてやば、めっちゃおもろいんだけど、一旦かい、おしまいするとか言ってたのに。ドン引きしないでほしいんだけど、メイクレシピに接し、接し、なんて読むのかな、切発されてロマンドのリップ超薄に塗ってました。え、思った、でもなんかリップ塗ってるのかなと思ったよ。いいと思う、本当にリップ、本当にリップおすすめ。あ、じゃあ次はカナダのおすすめのリップ塗ってね。これリント、これめっちゃいい。でもないんですよ、そういえば、もうなくなっちゃった。ほら、なんかさ最近なんか月が悪いなと思って、色つきが悪いなと思って何もついてないなと思ったらさ普通に空だったんだよね。もうショック。また買おうと思います。そして私は目代わりで絶対これ買うから、本当にかじってる。ちょっとビジュが素敵、嬉しい。18時から仕事で4時間目でよかった、それはよかった。自分で選んだ、これは自分で選んだ服だよ。あれ、なくなったけど東京から大阪に帰る新幹線が木曜からずっと待って、ずっと東京で、え、めっちゃいいじゃん。かなも東京に住みたい。一回小豆島へ行こう。そう、行きました、オリーブのオリーブラーメンとか、なんかあれも食べた、豚のハンバーガーとか、あと豚の、うん、豚じゃない、なんかなんだっけ、牛丼、豚丼、豚丼かな、わかんない、なんか食べました。そういうのも楽しかった。そしてあの化粧水もいただいたんですよ、去年の SDU ウォーカーで撮影行った時に。小豆島でそこのロープウェイ行ってドリンク飲んだ、飲んだ飲んだ、ドリンク飲んで、そしたらなんかお土産にチョコとかあの化粧水くれて、ずっとその化粧水使ってた。マジでよかった。めっちゃ、新幹線明日も運休するの、もうやばいよ。ええ、じゃあどうやって行くの、東京の出演者さんもはさ、アイドルあるものにどうやって行くんですか。小豆島行こう、ちょうど1年ぐらい。ありがとう、本当にみんなありがとう、本当に本当にありがとうございました。去年の STU ウォーカー頑張ります、ビスビス頑張ります。なのでビス頑張るので応援よろしくお願いします。明日名古屋の新幹線止まる。そうなんだ。え、どういうこと、どこに。名古屋行ったらずっと帰れなくなったかもね、中止正解。帰れなかったら私はずっと名古屋にいた、もしくは静岡にいたってこと。なんか大変らしい、静岡。めっちゃなんかまだ自分家の方は、まあ、自分家の家族の方は大丈夫だったんだけど、大丈夫だ、大丈夫ではないけど、なんか大丈夫ではないけど、まだ大丈夫の方。でも川とかはもう氾濫系らしいんだけど、氾濫系、氾濫しちゃう系らしいんだけど、でもそれよりももっとひどいところがあるらしい。まだ大丈夫な方だよって言ってた、ママは。手相がくっきり見ないでください。すごい配信、配信、何配信って、配信って何、配信って何、配信、配信、なんか配信って言葉聞いたことあるな。ほんとすごいよね。そう、スクショタイム、トロフィー、めっちゃ前のやん過去の栄光を引きずってる女みたい。いや、そうですよ、だって嬉しいもん、ほんとに。一瞬だけちょっと恥ずかしいから、トロフィー、カナダチャンピオンです。でもなんかトロフィーもらったことない、なんかチアダンスでなんかメダルとかもらったことあったけど、トロフィーないんだよね、だから嬉しかった。あ、あるわ、トロフィーあるよ、なんか部活とかでもらったことあるけどさ、あ、なんか部活とかでもらうトロフィーとかってさ、なんか奪われるくない、学校に、うち奪われたんだけど、普通に賞状とかさ、多分自分持ってない気がする、卓球の。
症状とかも奪われました。全部誰ですか、バッタ。サプライズ新人賞だったよ、発表の時やって思った。本当に嬉しかった、みんなありがとう。一回だけのチャンスだから嬉しい。そう、新人賞一回だけのチャンスだからね。新人賞嬉しい。確かに新人賞ってもう人生で一回も受賞できなかったかもしれない賞を取れて嬉しい。ありがとうみんな、本当に。子供服入るよ、おしましたのは本当だよ。嬉しい、かなちゃんの日嬉しい。ジェイちゃん花火ありがとう、いつに叶うって伝えたよ。なんかあの今日なんか普通にリア充が斜め前のお話し会だったんですけど、お話し会の席だったんですけど、めっちゃなんかうちのファンの名前が聞こえましたね。皆さん聞こえてますからね、こうやってさお話し会しててさ耳に入ってくるの。え、今なんとかなんとかって言ったと思ってさ、もう一回聞いてるとさ、まあ、大体名前って2回言うじゃん、会話してる時、まあ、2回以上は言うじゃん。聞こえましたよ普通に。気をつけてくださいね。ジェイちゃん花火ありがとう、嬉しい。かなちゃん好きで嬉しい。え、嬉しい、嬉しいよかなのこと本当に好きなの？嘘でしょそれ。からなら買いましょう。メガリップの他に何買う？どうしよう。でも結構もうファンデーションも最近買っちゃったから。え、でもああパック欲しいんだよね。パックも今ないから買いたいんだけど、うち本当になんかあの化粧水系のやつは逆にみんなに聞きたいぐらいなんですよ。自分いつも同じのしか使ってないから、普通になんかさ、なんか白純みたいな、なんか白にさ純って字のさやつ、あの美白のやつ、あれを永遠に使ってるから、なんか他のに挑戦したことがないのね、あんまりその流行ってるやつとかに。だからでもなんか今回目代わりでさ買ってみたい、いろんな美容系。いつもメイク道具系だから。そう、あとアイシャドウのさパレットも欲しいんだよね自分。何がいいか分かんないんだよね、アイシャドウパレット。今はズーシーみたいなやつ使ってる、ピンク系。あとキャンメイクのあのオレンジ色のやつ使ってる、両方使ってるんですけど、こんな感じいいですよ、めっちゃピンク系って感じなんですけど、目代わり何買おうかな。でもさっきちょっと見たんだよね、なんかでもどうせなら使ったことない系の肌系のやつ買いたいと思った。いや、さすが美容上級者、見抜いた。そう、私は美容上級者なのだ。嘘。タンタ花火ありがとう。とドリンク飲んだ。あれね、制服に始め制服こぼしたんだよね、あれ。なんかメロンソーダみたいなやつを飲んだんですけど、ロープウェイ、あの ST ウォーカーの雑誌の撮影の話ね、めっちゃ前、去年ぐらいので、なんかメロンソーダ飲んだら、なんかそうソーダらへんのやつをこうやって沈めたら、なんかブワーってなんか爆発してめっちゃ泡が出てきて、めっちゃこぼれて撮影中に制服汚しちゃったんだよね。制服汚すの恐怖症、うちね、マジで。最初のさ、あのなんだっけ、フラッシュスペシャルだっけ、撮影でもさ制服汚してさめっちゃ怒られたからさ、もう制服汚すの恐怖症なんだよね。1ヶ月に1回、うわ夢の国行きたい。差し入れあったよん、レンタカーヒントソロと。七海さん花火ありがとう。まだ怒ってるかな。怒ってないよ、かなうが怒ってないよかなうがってこと、怒ってないよ、全然元気。今日さファンの方がさ、今日は元気って言われたか、元気って言ったらさ、なんか昨日はマイナスイオンすごかったよって言われてさ、自分マイナスイオン発せれるんだと思ってさ、すごいと思ったでマイナスオーラってことなんだと思うけど、マイナスイオンって言われたから、うちめっちゃすごいやつやんと思った。明日アイドルさん半分は参加発表してね、びっくりした。あ、リコチさんから昨日写真集もらったんですよ。その X も投稿しようと思ったんですよ、後で投稿しよう。嬉しい、一人一人にメッセージ書いてくださってる、めっちゃ嬉しかったです本当に。東京のせいでみんな初戦、そういうことか。ダニーさんやっほー、シルキャンとかも出た。え、本当にさ、うちさ結構さ大好きなアイドルさんが多かったからめっちゃ悔しい本当に。加藤さんありがとう。バスか、ありがとう加藤さん、嬉しい。新大阪名古屋、あ、行けるやん、電車ってこと。
静岡雨すごかったらしいね。そう雨ねやばいって言ってた。ミスイベント NGT メンバーガチで挑戦してる、気をつけてね。いやいや、ガチで挑戦してないメンバーって逆にいないでしょ、みんなガチでしょ。超心配。ジェイちゃんありがとう。花火明日ワンちゃんかなとピローアップさん見る。ほんとにめっちゃ楽しみにしてたのかな。もうめっちゃ楽しみだったの。もうさ、もううちがさ気になってるアイドルさんばっかだったのね。で自分の友達、普通にアイドルやってる友達とか、なんかよく雪乃ちゃんが言ってるんですよ。なんか月跡さんだっけの話とかよくしてたからめっちゃ気になってたの。めっちゃ気になってて、もう絶対見たいと思ってたら本当に悔しい。まあまた頑張るわ。今分かるのがいちご響きは最終枠できなそうらしい。ひーちゃんと言ってなんで、おお、ミューポンとかできるのかな。めちゃゲームやってる人のことゲーム配信って、え、めちゃゲームやってる人のことさ引きこもりじゃないの。静岡洪水工場帯、うん、洪水工場帯スクショ取れなかったよ。いつも会計できるのか嬉しい。垂らし太鼓さん元気ありがとう。学校のやつ学校に飾る。あ、そういうことはなんだ、自分じゃないんだ。サイサーがもらってたのなんだろう、わかんない。僕の名前呼ばれてないよ。お話からパトロール、いやパトロールっていうか聞こえるの、耳に入ってくるの。あれこの名前ってって思うんです。バレてますからね。そう隣、え、結構聞こえる。オンラインでも油断できないです。こんばんは、きっと同じ名前の人。確かに直し絶対ですが、リリー直し直してください。何でもいいよ、よくある名前だから。うわうわ、言い訳、言い訳メイビーだ。石川さんありがとう。花火再販、え、本当のこと教えて。本当はさ言った、え、今日さなんかさあんま分かんなかったよ。ハンシタンはさなんかちょっと聞こえるような気がしたけどさ違うかなって思ったり、分かんなかった。本当のこと教えて、本当言った。うわ花火がいっぱいだ、嬉しい。あ、なんか髪の毛がバサバサ。9月23日ありがとう。カズさん嬉しい。カナシャのファンを最悪。白ジュン使ってる。肌ラボ、肌ラボって白ジュン系ってこと。山ちゃんありがとう。花火嬉しい、無印いいよね。山ちゃんありがとう。花火、あ、髪の毛がなんかボサボサが治らない。カズさん花火ありがとう。そう CM 見せた。りゃちゃん表現どうしたらいいですか。は、意味わかんない。それで誘惑される方も誘惑される方だと思いますけど。毎回ループスのマジ今日おもろかった。アイシャドウはデイジークエクセめちゃいい。ありがとうございます。もうこれは買います。そうそうだ、ブワーッと。あ、ありがとう、よかった。そうもう私も反省した。もうみんなのことを浮気って呼ばないようにしよう。みんなに浮気してたからってすぐ怒らないしようって思ったけど、ムカつく、ムカつきます。やっぱりなんかもう本当に次こそみんなが浮気したらうちも浮気するからね。そう今回お話かけて許してないよまだ。ミューポンかな、本当に応援してみようかなって思っただけだよ。あ、そういうこと、そういうことね。マイナスイオン出せるとか歩く白糸の滝、そう、うち歩く白糸の滝だったんです今日らしい。昨日マイナスイオン感じたよって言われた、配信口に。気をつけようと思った。嬉しいですけど、マイナスイオンは発してれて。今アイドルさん誰気になってる、誰気になってるんだろう。忘れてたら話したら行くからね。9月23と10月27、楽しみ、待ってるね。山ちゃん嬉しい。今回ビスのイベント出てる NGT のファンの中にお金持ちのファンがいる。もうおかしい、どういうこと。おかしいよ。山ちゃんありがとう。花火嬉しい、嬉しい、待って、嬉しい、花火タワーだ。待ってお礼書こう、今日は今お礼書いちゃおう。コメント読みながらありがとう山ちゃん。花火いい年って、今日クルさんその話したよ、配信見てましたよ。タイミングよく僕は苦しま
の男が来たからちょうど、あ、歌ってる岩木メイビーと思って入ったらちょうど僕が来る島のところでめっちゃおもろかった。ファンの方も結構期待してた。お、来るかみたいな。あ、ペン向こうだ、最悪。わ、近い。花火も今日でおしまい。だって夏は終わっちゃうもん。もう君と夏の終わりですね。先輩から、先輩の君のところから、さっきの先輩は許せる。だって先輩は先輩だもんねーって思います。正直言いますので怒らないでね、今日は。あーそう、もうめんどくさい、ほんとに。いいからもういちいち報告しないで、勝手に言ってればいいじゃん普通に。もうめんどくさい。カナウはカナのことを一番一途で好きな、好きで言ってくれる人だけを好きになるから。別にそうやって浮気ばっかするのはその人のこと好きじゃないからいいよ。カナウはカナのことを一途で好きって思ってくれてる人のことが好きだから。最近はカナウが気になって仕方ないよ、推しに怒らないかいいと思うよ。キッチンさん、花火ありがとう。カナちゃんの浮気って何？だから他の人の3期生の他のところに行くところ、行く人。カナウはミューポン笑ライクって感じ。嬉しい、それは嬉しい。ウェン、あ、牛角行きたい。牛角行きたくて震えが止まらない。これって恋ですか？タン押しって言う人ほどタン押しじゃない。本当にそう、本当にそう。もう二度とタン押しって言わないでください。タン押し禁止、タン押しって言葉禁止、嘘だから。ビスのイベント期間中。あ、もうもう勝手に応援してればいいじゃん。もう知らないよ、別に許すわけないでしょ。うちがカジさんありがとう。金魚、必ず出会った頃確かにドキドキだね。ドキドキドキ。俺が代わりに怒るね。私が代わりに怒りますよ。隠れて、隠れて浮気、まあ、隠れて浮気ないと思う。知らん、いいと思うよ。でもバレてたからねそう、リサ花火ありがとう。かなうとかなうとかなうとねえ、誰かな、誰知る。うちでもさ、なんか小学6年生の時に同じなんか家庭科ので料理作るやつがあったんだけど、でなんかお味噌汁の、なんかお味噌汁を作るってなったんですよ。でなんかお味噌汁、お味噌汁作るのになんか計画表みたいなのが必要で、なんか作り方とか、あ、作る班のメンバーを書くみたいになって、メンバーを書いてる時になんか多分お味噌汁で引きつられたのか知らんけど、いで汁って書かれたんですよ。そう、そんなことがありました。平田おじさんと同じのお味噌してる人が私の小学校にいたんですよ。同じのお味噌。2001、予選に応援せの映画決勝戦もあること。え、そうですよ皆さん、決勝戦もあるんですよ。みんなが思うコメント、あ、確かに。これからもコメント読まないです。めんどくさい人多い。牛角なら安上がり。女性半額やつがあるからね。9月2日から楽しみだよ。本当に楽しい。嘘だよ、嘘に決まってるやん。嘘だもん、もう私は見ている。牛角は牛角をし、え、いや、なんか牛角もキングも好き。え、やばい、こんな 安上がり女と思われそう。でもめっちゃ本当に美味しいんだもん。美味しいしさ、普通にさ、あのさ、本当に安いしさ、本当に美味しいしさ、サイドメニューが豊富なんだもん。でもなんかうちあんまりそのなんか軽症園ぐらいしかなんか行ったことなくて、そうお肉屋さん系のなんかしっかりしたお肉屋さんに。いつもだって私はキング行ってたから、キング行くから、高校生の時とか、なんかママの弟がなんか美味しい焼肉屋さん連れてってくれるんですよ。なんかもう本当になんかお肉って美味しいなって思った。でも私にはなんかまだ分からなかった
女性半額いいでしょ。他のメンバー行くでしょ。お味噌汁かな。そう、その子天才なわけないだろ。その子頭悪かったよ。そのいで汁って書いた人頭悪かったです。はい。で全部その人はあのそれ書いただけで料理は何も作んないで他の班のところ行ってなんかできてるとか言って見に行くの。でもさ何もやってないのその人、同じ班なのに。ほんと使えねえって思ってました。まあ私もやらないんですけど。汗かき汗じゃないよ。かなだけな。ちょっとあんまりしなきゃいけなかったから。家庭からお味噌汁作った。家庭科でさお弁当作った時さ、なんかベーコン焼くもんだって知らなくてさ、なんか生で入れたら先生にさ、これ焼くんだよって注意された。焼きなさい。いいな、家庭科で思い出すわ。懐かしい。女性がタダで食べられる居酒屋があるらしい。何それ。どこにあんの。かな行きたい。そんなんめっちゃ、そんな得やん。うちめっちゃ得すぎない。それ誰がお金払ってんの。かわいそうじゃんそれ。それ普通に赤字じゃん。どうせあれでしょ、都会にしかないやつでしょ。大阪とか東京のスイパラがあるところにしかないやつでしょ。安くて美味しいのがいい。ん、腱鞘炎だから。腱鞘炎だよ。腱鞘炎知らないの。腱鞘炎静岡にいっぱいあるよ。腱鞘炎は京都の京になんかこういう火がいっぱいあるやつで、縁、普通に縁、動物園とかの縁。変な流れしてしまったけど、神奈川一番かわいい。嬉しい。神奈川一番かわいいって言われるともう本当に嬉しいです。嬉しいだけになります。頭から椎茸が生えそう。鼻かっぱになりそう。瞬間瞬間ルバーン。本当に彼女を信じてほしいです。信じてるけど DT ちゃん、お得なとこ。そう、最近汚い焼き肉アイテム美味しいとこたくさんある。うわ、焼肉、みんな焼肉焼肉って言うから焼肉食べたくなっちゃったじゃん。モザイク、うわ食べたい。汚い焼肉屋さんどういうこと。なんか一足がベタベタしてるってこと。ちょっとそれは嫌だな。牛角に弟と二人で行ったら2万近く行ったんだけど、食べ過ぎ飲み過ぎだっけか。食べ放にして、食べ放で2万コースあるの。二人ってことは一人1万ってこと。1万コースがあるってこと。目が飛び出る。エピソード話す能力、エピソード能力。そう、生ベーコンにしちゃった。もやし洗わないで、しかも生で食べる。でもやしってなんか生でもいけそうな体してるよね。もやし的に、もやしの見た目的に。あ、テリーさんだ。やっほー、楽しかったかな。もう10月頃楽しみにしてよ。あとで X 見よ。でもさっき X 見たけどさ、書いてなかったくないって思った。どこに書いてあるのかなと思った。プライスレス、プライスレス、何それ、わからない。日本語が愛席屋、何愛席屋って。テレビで愛席屋みたいなテレビあるよね。あれ出てみたい。芸人さんがさ、なんかこう止めるやつ違うっけ。知らぬ。やだ、なんで強制的に男の人とご飯食べなきゃいけないってこと。その代わり無料ってこと。やだよ、そんな友達と二人で楽しく行きたいのにさ、行きたかったりするかもしれないのに、勝手にさ人入ってきたらやだよ。入ってこないでくださいって言いたくなっちゃうよ。あ、アイドルは行っちゃいけない場所なの。そうなんだ。言うなよコメントで。言うなよ、なんかいいなとか言っちゃったじゃん。なんか私の印象が、よし言うなよ。まあ私は知らなかっただけなんで。検証園、お見合い、やだ、なんか懐かしい。なんかさ、お見合いパーティーみたいなテレビあったよね。なんかさ、うわ懐かしい。
てて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 てでさ成立していくやつ、あれなんだっけ、あれめっちゃ懐かしい、やばい、今めっちゃ懐かしいって頭の中で思った。懐かしくない、懐かしくない、覚えてる人いる？なんかさ成立するやつ、カップルがテレビで、え、なんだっけ、お見合い大作戦みたいなやつ、なんかあれ見たことあったわ。かなちゃんがいないと僕はいけてません。だからかなちゃんずっとアイドルでいてほしい。ずっとアイドルでいるよ、ずっとアイドルでいるよ。生誕祭、え、本当に生誕祭みんなで牛角行こうよ、終わったら。焼肉の口になった、焼肉の日は一昨日。え、違う、牛角が9月2日から12日まで女性半額セールなんだって、一番高いコース頼もう。まあでも結局ね、サイドメニューとか食べるか意味ないんですけどね。焼肉やって元取れるらしい。この前テレビでやってたよ、なんかお話し会で名前で遊ぶのをする、え、思った、普通だった、確かに確かに、今言われてみれば。そう、桂昌園、これです、桂昌園、静岡にこんな焼肉屋さん、ちょいお高めぐらいじゃない、そんなめちゃ高いわけじゃないけど、ちょいお高め、キングとかよりはお高い系のお肉屋さんだと思ってた。お店が美味しかったりする。焼肉屋でお話し会の反省会、え、誰と、本当にかなちゃんが好きなんです、みんなにもバレてますし信じられてますね。どういうことね、日本語喋って信じられてるってどういうこと、ドッキリグランプリ。そう、嬉しいよ、つつりんさんが好きでいてくれて。大阪のつるはしなら、なんかつるはしって韓国系の場所じゃないの、もやしは見た目生でいけそう、え、いけないのかな、生でダメなのかな、もやしは。一番好きな野菜もやし、もやし、もやし以外好きくない、野菜は美味しくない、野菜はなんか、え、なんか人参、あ、美味しくないとか言ったら野菜さんに失礼ですけど、なんか人参食べるとなんかウサギの気持ちになる、なんか誰か共感してほしいんだけど、なんか人参食べるとさウサギの気持ちになる人いない、なんかさウサギってこういう気持ちなんだなって思うとさ、なんか自分がウサギになってきてさ、なんかウサギになってさ、なんかだから人参嫌だ。何の8割ポスターしてないよ、よっぽど、あ、あれは見た、え、違う、なんか言ってたじゃん、昨日配信なんでなんちゃらかんちゃら感想っていうかみんなでみたいな言ってたじゃん、ちょっと言えないけど言ってたじゃん、それを見たかったから見ようと思ってなかった、危ない。相席食堂、そう相席食堂、相席食堂、そう相席食堂、それ止めてさ、なんかコメント言うやつ、あれ出たい、私も止めてさコメント言われたい、待ってます、相席食堂さん。まだ X にかなちゃんついてポスト待ってるよ、今日の話し会のお話してね。相席は泣いてほしいなら一緒、よど全然よど、全然断る。新井さんやっほー、やほほいのほい、ごめんなさい、今日まだ X にとろけるお前見たよ、え、あれめっちゃ美味しくない、やばくない、なんであんなに美味しいの、あのプリン、あれ本当に私今日の朝なんか配信終わった後にお昼ぐらいに一つのコンビニ1軒回ったらなくて、で2軒回ってやっとあったんですよ。人気なのかな、人気メンバー、選抜メンバーかな、あのプリン、芋プリンめっちゃ美味しかった、芋プリン。50歳ぐらいまでアイドル、え、50歳ぐらいまでアイドルしてもみんながずっと好きでいてくれるなら50歳までアイドルするよ。ない、そうそう、それお見合い、なんか家にさ来るやつ、人がなんかさモテてる人はいっぱい来るやつ家に人がで、親がさご飯とか用意してるやつ、あれ悲しくない、すに来なかった。一人焼肉行ったことあるよ、無理じゃないよ、私一人でキング行ったことあるよ、全然平気、むしろなんかお友達と行くときは喋るのがメインだけど、一人で行くときは食を味わうのがメインだから、ゆっくり食べていいですよ。そう、今日さお話し会終わった後にさ4モルフ中にさ恋のなんだっけ、恋を知らない僕たちはみたいなさ、あの映画を見に行こうって思って本通りまで行ったんですよ。そうしたらさ、でなんか映画の時間見たらやってなくてさ、もうさ始まってて、あ、もう無理だと思って最悪だったんですよ。ミオプミューポン連れてく牛角、隣にかな来たら見とれてしまって食べれなくなり、私は食べます。生誕祭になるジョジョ園、ジョジョ園行きたい、私はジョジョ園行ってみたい、私行ったことないです、ジョジョ園行ったことない。なんか私の家族あれなんだよね、なんか
なんかねママがあんまなんか焼肉あんまなんかママがそもそもご飯あんま食べない人なんだよね。外食あんましない人なんだよね。そうでも外食はしますけど、ちょっと意味わかんないけど、そういつもどこに外食行ってるんだろう。しょっちゅう外食する。よくお寿司屋さん行ってたバーバと家族ではなんかママがいつも料理作ってくれるから、絶対に外食連れててくれるのはバーバで、外食行くのは家族で、外食行くのはなんかあのテーマパーク行った帰りとか、その家に帰るのが遅い時間とかの時とかかな。だいたいママがいつもご飯作るんだよね。だからうちがバーバと外食行ってもパパとママは家でご飯食べてたりするかも。うわ、アイノリ懐かしい。アイノリ、あ、てか今日京好き見たんです。もうキュンキュンした。よかった、もうみんな見てください。本当にめっちゃキュンキュンしました。もう騒ぎました。一人でギャーギャー言ってた。お見合い番組はネルトン公、何それ。え、みんなあれ見たことないの。じゃあお見合い、お見合い大作戦みたいなテレビ。生誕祭、生誕 T シャツ、クククク、楽しみにしててね。鶴橋はリアルに電車のドアが開いた瞬間焼肉の、あ、焼肉屋さん系なの。おいしい焼肉屋さん行きたい。でママの弟がね、いつもね、でもなんかママの弟がさ、いつも静岡帰ったらさ、いつ空いてるって言ってさ、あのいとこたちとね、めいちゃんたちと言ってくれるんだけどさ、いつもさ爽やかって言ってしまうからさ、焼肉最近行ってないんだよね。次焼肉にしよう。爽やかはその前の日に自分で食べよう。スティック野菜うさぎ感出る。え、わかるよね。なんかうさぎになった気持ちになるよね。野菜ちゃんと食べるよ、もやしだけ。どういうこと。はって言われた。え、はって言わないでよ。もうみんな多分人参食べたことないでしょ絶対。本当にマジウサギになるよ。本当ウサギのなんかなんていうなんかなんか、ま、みんなにわかんないと思う。だってうちがになんかウサギになる気持ちなんてみんなにわからないもん。でちょっと怒ってみる。なんか私幼稚園でウサギ育ててたんですよ。で毎週なんか当番、毎日当番があってクラスで、でその当番だったクラスの人は野菜を家から持ってくるっていうやつがあったんですけど。私本当にうさぎ小屋が苦手で、匂いとかも全て苦手すぎて本当に野菜当番なりたくなかったんです。でも、まあ、野菜あのその日当番だった人はうさぎに餌あげに行かなきゃいけなくて、なんかその時のなんか匂いを思い出すんですよ。その時のうさぎとかを思い出すの。本当にうちあんまりうさぎ好きくないから、その時のうさぎを思い出すから人参食べれない。催眠術かけてもらおうかな。本通り催眠術やってるよね。人参ギター一応ごばん、それな、懐かしい。野菜を炒めると美味しいよ。生よりもやしはもうなんかしなしなが一番美味しい。え、もやしさ、なんか生でうち食べたことあるよ。だっていつもさ、なんかもやし豚肉とかさ、に豚肉もやしとかさ、あれ生じゃないの。シャリシャリしてるくない。もやし野菜スティックに入ってる。いやー、彼女にも彼女にもこれはこれ以上彼女は許さないよって。素敵な彼女、素敵な彼女です。野菜嫌いなこと、え、違う、本当だもん。ウサギだもん、本当に本当にウサギだもん。人参って名前のファンいなくてよかった。確かに相席食堂で山田奈々ちゃんがコンコン温泉何それ。キツネの温泉。コンコン温泉ってなんだろう、気になる。なんか普通に出たい、うち出たい、相席食堂出たいです。本当に待ってます。いでかな相席食堂出ます。そう、出たい。たまにXポストしてる時は、え、全然だよ、嬉しいよ。めちゃポストしてくれて、たくさんしてくれればしてくれるほど嬉しい。野菜食べないとビタミン不足で肌が荒れまくるよ。え、なんかその耐久がついてて、なんかさ、冬にも半袖着てるランドセルを着た小学生とかいるじゃん。多分その子って毎日それでいるから、その耐久がついても全然寒くないみたいな気持ちだと思うんだよね。それなんだよね、私。本当に毎日野菜を食べなすぎて、野菜食べなくても全然肌荒れないよみたいな体質です。1時間達成したら出っ放しで番組すらない。確かに吉川さん、花火ありがとう。芋っぷり、おはよう。誰も来なかった。家の方のメンタルやばいよね、あれ。花井、一人は全然平気、一人まるまる平気かも。だってさ、
だって一人でなんか一人でいたくなる時もあるんだよね。こう大型の特徴だと思う。大型って多分一人の時間ないとダメな人多いよね。うちめっちゃそうなんだよね。結構一人の時間がなきゃ生きていけない。なんか疲れちゃう気持ちが。なんで。でも一人まるまる。でもどこまで行けるかやってみたい。一人まるまる。一人旅行行ったことあるけど、一人ディズニーとかどういうあれなんだろうね。一人ユニバ行ってみようかな今度。どういうあれなんだろう。行けるのかなうち。今度やってみよう。もう叶うこと嫌いになってないでしょ。うわあ。マピナピさん花火あり。映画調べてから行かないんだ。え、そう、ちょうど調べながら行ったら、なんかやってなかった。焼き肉焼き花火食べそう。かわいい。10兆円嬉しい。今日話についた写真嬉しい。今日さなんかちょっとナチュラルメイク、メイクめっちゃ今日薄かったんだよね。なんか知らんけどなんかさ自分はさしっかりメイクできたと思ってさ会場行ったらなんか薄くてさ、まあでもナチュラルもいいなと思って。お見合いでね、あれおもろかったよね。なんで亡くなったんだろう。おはよう。今日好き。年齢が若すぎて感情移入できません。50代以上どうしよう。そんなことあるの。50代で結ばれるの。それは一体。今回の今日好きめっちゃキュンキュンした。なんか最後のデートみたいなね、デートがあったんですよ。デートのシーンがあってそれがめっちゃ良かったですね。高校生ならではのなんかいい素敵だなと思いました。そう、アイドルアラモードなくなったので私は今日は画像を作りながらたくさんバズるような有意義な一日にしたいね明日は。なのでなんか有意義な一日にしたいと思います。金魚食べちゃおう。金魚を食べる意味かな。俺の家はスイッチ、待って、スイッチ欲しい。でも DS あるからいいや。あ、ちょっと DS 充電しよう。忘れてた。ネルトンベニクラ、何それ。昭和生まれしか知らない。私平成生まれ。充電大丈夫かな。まあいいか。ちょっと一回 3DS 充電します。昭和生まれなんだ。ベニクラクジラ団。何それ、難しい。そんなのがあったんだ。結構さ自分いろんなカセット見て。逃走中、これね一時期めっちゃハマった。逃走中イライラする、イライラするとか言っちゃいけないけどさ、めっちゃストレスたまる。なんかさ、なんかうーってなる。捕まった瞬間充電しよう。今日は何しようかな。ともこれでみんなの名前作ってあげようか。みんなのアバター作ってあげるよ今日の夜。あ、できてる。レタス、スイカ食べてもカブトムシの気持ちになれない。うん、それはなれないな。あー、そういえば今年夏帰ってないからさ、カブトムシ取りしてない。いつもカブトムシ取りするんですよこの時期。家族っていうかママの弟とパパといとこで。悔しい。ウサギの世話。ゆうゆうさん花火ありがとう。学校で 何になった。小学校の時はあれだった。小学校の時はなんか保健委員がなんか一番仕事なくていいみたいな噂あって保健委員にした。記憶覚えてないけどそんなはっきり。で中学校はなんか選挙管理委員が一番仕事ないって聞いて選挙管理委員にした。高校3年生の時は高校の時はなんか定員美化委員ってめっちゃ女子力高くねって思って定員美化委員ってものにしてみた。まあ、つまりなんか全然仕事ないって聞いたから定員美化委員にした。でそして定員美化委員入ったらなんか委員長を決めますよなった時になんか本当にもうなかなか決まらなすぎて。でも自分その日バイトあったんですよ。バイトあったからもう早く帰りたいと思ってなんか電子辞書もらえるって言われたから、まあ電子辞書もらえるならまあすることもないしいいやと思って定員美化委員の委員長をしたんです。私定員美化委員の委員長だったんですよ私が。お本すごいでしょ。でもなんかそしたらもらえなかったな。もう最終日さもらえるのかなと思ってめっちゃさ卒業式の日ワクワクしたらさ電子辞書なんてもらえなかったんですけど。嘘つき。
レンチン混浴耐性野菜ジュース飲んだことあるよ。だって野菜ジュースあんま好きくない。一人旅できる女子かっこいい。嬉しい。出たいバラエティ番組、ヒルナンデス。三色ショッピングしたい。今日もあなたの笑顔を誰かが救う。嬉しい。バラありがとう。でも旅行好きだから、いろんなロケしたい。箱根とか熱海とか北海道とかロケしたい。穴を踏んだら穴が潰れて、かわいそう、やめて。人とかね、そう、一人旅結構いいですね。中の赤ちゃん、やだ、それはかわ、それはブーブーイング、ブー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 イング。せっかくの時は気をつけて食べないように。怖っ。猫ってウサギ食べんの？なんかすごい底辺の争いっぽいね。ヘアメイク、なんかあれかな、髪の毛巻いたからかな。うちあんまさ普段巻かないんだけどさ、なんかやっぱお話会の時とかはさ、なんか変えたいなと思って。うちいつもツインテールしてるから、ライブとかでは。だからお話会の時とか、なんかある日とかは、なんかせめてみんなに違う姿を見せたいなって思って、今日は巻いたんですよ、髪の毛を。でももう取れてきてるんですけど、だからかな、わかんない。前髪なんだろう。コメントするのに潰された。ウェイウェイ、マジ、嬉しい、ありがとう。からし大根、山ちゃんありがとう。金魚嬉しい。トマト医者、何トマト医者って。嬉しい、山ちゃんありがとう。金魚、さっき食べた金魚だ。うちが、あ、さっき食べた、食べてないですよ。あの、この配信でこうやって流れてきたから、こうやってパクパクしたやつね。危な、うちが金魚食べた人みたいじゃん。伊蔵さんありがとう。花火、山ちゃん金魚ありがとう。伊蔵さん花火ありがとう。レシピチャレンジ、パクパクしてるの声みたいで怖い。それさ、ちょっと悪口だよね。リバーかなちゃんしたんで伝えてください。本当に充電器の置き場所地は、そうバレた、ここじゃ落ちちゃったの。こうベッドとこの間あるんですよ、ここに。そしたらここになんか結構いろんなものが挟まってて気になっちゃって、昨日の夜寝れなかった。それは嘘だけど、まあ、ここに入ってます、充電器ここに入ってた。で他はもう何も入ってないよ。リースのカセットが落ちてるぐらい。一人牛丼とかしてる女性かっこいい。はあ、牛丼いいね。会場でかなとすれ違えるのか。じゃあ今度お話し会の会場持ってきてよ、みんな DS。 みんなですれ違い通信しようよ。私、あ、でもダメか、なんか怒られるか、そんなことしたら危な、怒られるか、危な、勝手なことしようとしてた、怒られるのかな。アイドルアラモード、カナヲのプレイリストにいそうなメンツだった時に残念。マジでそう、本当にそう。めっちゃカナヲのさ、もうカナヲがさ、めっちゃ見たいアイドルさんばっかなんだから、もう悔しい。もう令和生まれ6歳か、来年小学生。令和6年だ、びっくりんご。おできの誕生日で何かプレゼントください。うわ、絶対嘘じゃん、絶対嘘だ、絶対嘘だ。カナヲが祝いたいとか言ったから誕生日だって嘘ついてるでしょ。何人もそういう人を見たわカブトムシ飼いって一緒に行くよ、ビューポンと。あ、行くよじゃない、勝手に見ちゃった。修学旅行係に、え、何それ、めっちゃいいやん。何その係、なかったよそんな。ティガーさん、やっほ。上野で書き込み乗車室、客の方が出会って強引に起きようとして急停車した。お、最悪。海外旅行行ってみたい。どこが行きたいかって言われたら韓国。ヒルナンデス石原良純さんがなんか言ってない、どういうこと。今日雰囲気違う、なんででしょうか。クイズ、カエルってハムスター食べる、やだー。下克上じゃん、めっちゃ。創生基地になってから巻こう、まあ、ないんですけど、そんなルールはもう。そう、依頼来るかもね。本当に、ヒルナンデス本当に出たいです、出たいんです、ヒルナンデスに出たいんです正解。ガラシ大根さん元気ありがとう。本当にヒルナンデス大好きなんですよ。かなちゃんの晩ご飯は金魚、違います。拡散しないでください、金魚食べてないです。俺と旅行に行ったらチャーミングトリップなら、ハードトリップなるよ。私は超ハードトリップなるけどいいですか。それはあかんと思う。待って、違う、金魚じゃないんです。
金魚を食べたわけじゃない。こうやってさっきこうやってきてたからこうやってパクパクしただけだよ。人間がいいの？え？外にベッドですとか言ってか。隣はソファーかと思った。え、これもなんか最近も話したよね。誕生日だったの。俺の X 見てくれたのかね。分かった。見よう。カエルだけに下校。うおー！私頭固いからそんな思いつかなかった。天才だね。でも配信直前だったら言えなかった。え、おめでとう。プレゼント欲しいの？祝って欲しいんでしょう。なんかプレゼント欲しいんでしょう。誰かの誕生日祝いたい。メイクして肩出してるから。静岡ローカルでもテレビ出演したーい。鉄道を叩くコンディションに乗りたい。えー、すごっ。金魚を食べて鼻かざすの得意そうですよ。今日24時間あ、なんかねトレンド入ってて24時間テレビ見たいなと思ったけど、なんか配信してたらみんなと話してる方が楽しいって思った。あ、それはなんかそれはちょっと違うけど、なんかアンチみたいになるけど、みんなと話してるのも楽しいなと思ったから、配信終わったら24時間テレビ見ようかなって。何時から始まってるの？将来の夢は24時間テレビで有名になることです。友達の家の金魚をこっそり調理して別の食べ物に混ぜて友達食べさせたという映画。やだやばい、それ動画おかしい、それバンされる。本当にこんばんは、誕生日プレゼントとしてかなちゃんのブリック出てくれません。あ、今日さお話し会でさするって言ったの忘れてたじゃん。本当にここ数年全然見てない。本当私夏休みの終わりって感じがして好きなんだけど。じゃあちょっとタワーのお礼書いちゃうね。コメント読み終わったから上まで行った。マラソン走りたい。トムって誰？
何の絵描いてほしい？山ちゃん何の絵描いてほしい？ここに絵描こう。絵描く。絵描き歌。みんなと話してよが楽しい。そば重い。楽しいんだもん。トムとジェニーのトム？ああ、あの猫みたいなやつか。24時間テレビの私。わかる？めっちゃ。一日中練習の分、普通より最強してない。すっごっ！すごいな。女の子ってメイク道具詳しくて尊敬します。そう。まあ、毎日メイクしてるからね、結構さ、なんか、自然と脳みそになんか染みついてく、そういうのが。24時間テレビチャリティーランナーやりたいよ。ノブロビさんハートありがとう。ヤマちゃんハートありがとう。静かな時間、イデカナが静かになれるんですよ、こうやって。ヤマちゃんハートたくさんありがとう。暇だから、ジャマルってこと？ジャマルさんっていうアーティストがいるってこと？カナの全身任せて、任せてください。おりゃ、24時間テレビって24時間もやっているんです。みんな知ってた？24時間テレビって本当は22時間しか放送してないらしいよ。知って、みんな知ってた？24時間テレビって名前だけど、本当の正確な時間は22時間しか放送してないらしいよ。みんな知ってた？知らなかったでしょう。かなの全身加工じゃん。じゃ横にして加工。私さ、人の絵描くの嫌いな、苦手なんでね。だからちょっと絵は描けないけど、よし。今日えらい可愛いし、どういうこと？可愛かったらえらいんだ。やった、可愛いから頭いい認定された。よし、かけた。俺一回コメント読まれよ。ジャニー、あ気まずい、コメント読んでしまった。なんで好きなの？疑問、普通に疑問。なんか女の子がめちゃ好きなイメージ、その方たちって。だからめちゃさ、すごいなって思う。いいと思う。素敵だと思います。私はいいと思います、とても。知ってたよ。え、なんで知ってんの？なんで知ってんの？なんで24時間テレビが本当は22時間ってこと知ってんの？嘘だよー、嘘でした。本当は24時間しっかり放送してます。みんな騙されたでしょ。ドッキリグランプリ、うわー、ドッキリグランプリでした。違うよ、25時間放送してる。え、そうなの？え、本当は何？本当は何？本当に25時間なの？なんか騙されたわ、騙された気分。18時半放送だから26時30分か。え？うわー、くそー、悔しい悔しい。多い方でいけばよかった。ちょっと多い方か少ない方どっちかにしようかな迷って22時間って嘘ついたんですよ。くそー、悔しい悔しい。
飾って飾ってよアクスタ。多くしてない。あ、みんな知ってるんだそのこと。え、知らなかった自分。今適当にめっちゃ言ったのに。ゆさんハートありがとう。あ、偉いはすごいって意味。あ、気まずほんとに気まずいじゃん。なんか頭いいと褒められたのかと思ったじゃん。やめてよ。今日のメンバーいつもと印象が違うメンバーが多いね。逆になんでカナウは女性アイドルが好きなんだと言われても、憧れるから。女性アイドルはなんで好きか、自分がなんでフィッシュボールさんを好きかって考えたら、曲がいいからですね。あ、曲がいいから好きなの。曲が好きなのか。自分曲、あと可愛いから、あと憧れるから好きだよ。そういう気持ちなのか。確かにそう言われてみれば確かに確かに確かに。まあでも本当にこの世の中はいい曲が多いです。本当にもうかゆい、めっちゃかじってるからめっちゃ赤くなる。ほらやばいんだけど、めっちゃかわいい。ここはここでは強調強とても可愛いし嬉しい。じゃあ褒め言葉ってことだね。頭いい方の褒め言葉じゃなくて、めっちゃ可愛い方の褒め言葉ってことだね。マラソンセンター、あ、マラソンスタートせんでいいの。うち遅刻していくからよろしくみんな。でも後から車で行くからうち追いつくから、すぐ1位になるから。1位とかじゃないよねマラソンって24時間テレビのマラソン。24時間じゃないの、おもろ。24時間以上じゃん。多かった。なんでスカーキさんだと思ってた。適当に言ってみた。のえみさんは学生の時好きだった。イコラブさんとか学生の時めっちゃ好きでハマってた。沖縄パスポートエラーのドッキリグランプリ、そうドッキリグランプリでした。優勝ボッケ暗号だもん。何ボッケ暗号って、ボケてるってこと。腕まくりしてないから。そう違う、なんかこのひらひらが当たってめっちゃかゆいんです。本当にめっちゃかゆい、めっちゃもうかゆいかゆいかゆい。このひらひら、ひらひら系のお洋服はマジでかゆくなる、こういうところ。まあいいや、こういう時はね原始的な方法でね、この痛みを止めるんです。こうやって腕を叩いておけば痛さが勝ってね、あのかゆくなくなるんです。最近は最初にハマったアイドル、着替えてくれば。着替えない、だって可愛いお洋服だもんこれ。かゆかったら脱がない。昼なんすよ、昼なんもなりたい。あと冬の、え、わかる。え、冬のさニット系マジ無理。本当に本当に最初にハマったアイドルなんだろう、高橋みなみさんとか。もうめっちゃめっちゃ前の記憶。あ、これやろ、このゲームしよう。取れ、うわ接続されない。あ、ダメだ、配信中だな、忘れてた。なんか間違いでリリースしようとしちゃった。配信中だった、配信してた。ママに怒られちゃう。曲が好きっていうのはあるね。女性アイドルより聴いてて落ち着く。落ち着くんだ。なんでだろう、わかんない。うちはうちでも、あ、確かにうちも有名な曲は聴きますよ。落ち着きはしないか。素敵な曲って、青色、うち DS 青色。敏感肌じゃないです全然、強い肌です、めちゃめちゃ強い肌。でもめっちゃさ、このひらひらがめちゃうち強いんだよね。つやつやつや強い肌。うち肌めっちゃ強いんだよね。なんでだろう、何しても荒れないっていうあれがある。明日からボンバメ撮ってもいいかな。え、もう明日からカナのボンバメ撮ったら最高な人生。うちだってあれ大作会じゃなくなるから、マジ最高になるよみんなで。ニットで皮膚炎なったことある。え、マジさ、ニットさやばくない。うちニット、うち普通にさ、なんか普通になんかニットとか痒くなるから着たくない、ニットあんまり。まあシャツ着ればいいんだけど。悩みの放送が好き、
やっぱみんなを応援したい月曜日でもやっぱ金曜日がいい。 CDSLL な LL なんてあるの。ゲームしだしたカセットそこにさ、そうゲームしていい。あ、東堂さんだ、やっほー、今日はありがとう、楽しかった、ヨン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 ク。お話し会いいな、なんか内緒のお話、幸せ研究所ですね。今日さ、まつげタバカンしないのにこっちめっちゃ綺麗、こっちはなんか薄いって感じ。七並べしたいけどこっちのスマホにダウンロードされてるんだよ。ひらひらが当たってかゆい。配信とかでまた来たい、お出かけするときに行きたいんですよねー。これでもなんか首詰まるからあんま好きくないな、首折りたい、首らへんを。ピースピースって言われた、気まずいの。よいしょ、おっとこう、あんま首詰まってる服好きくないんだよ。今日もさ、めっちゃなんかうわこれ首詰まってるわって思った。なんだっけ、なんかの話をしようと思った。あ、そうそうそう、わちょっとてかさ、思ったことがある。自分さ、あのナイトプール行ったって言ったじゃん、そのさ写真さ出していいんじゃないワンちゃんって思ってきた。なんかちょっと聞いてみよう、マネージャーさんにだって私さ、私だって NG なかったから投稿できるくないって思った。ワンちゃんそのよく暑い、夏は暑くない、ちょうどいい。でもなんか普通にこれね、これここのあれがなんかこのままノースリーブみたいになってるからめっちゃいい、暑くはない。静岡大丈夫なのね、心配。定期房の特に深い水考えくれるよかった、深いなくて気まずいのかと思った。ピースピースって言われたから、ピースピースは気まずいって意味なの。気まずい時にピースピースしとけばなんとかなるっていう意味です。こんばんは、聞いたらダメって言われそうだからしれっとあげちゃう。確かに確かにしれっとあげたらバレなそう。でも本当に普通に考えて、あのみんなが思ってるような水着とかじゃないよ、普通に女子たちが可愛いってなるような水着だから、別にそんなあの本当に露出とかほぼないから、みんな あんまりあの楽しまないでくださいね。可能ならそんなしちゃうし。こんばんは、ネックレスはこの前福岡で買ったやつ。これは違う、福岡で買ったネックレス、何買ったっけ、福岡でもリサ子とお揃いのネックレスはありますよ。リサ子とお揃いのネックレスありますけど、それがさ、なんかバッグに入れといたから、バッグのなんかあの小窓に入ってると思う。 NG なの、さすがにもう一回彼女にインスタやりたいと言おうと思います。え、なんでうちインスタいつ来るの、許可まだですか、今日のスタート会から。え、本当にこのスカートめっちゃ可愛いんです、本当にマジで可愛いの。まあ、だからこのスカート絶対あの秋も着る、色的に秋だから全然秋も着る予定だから大丈夫。このスカートカノンピースピースです、みんなに出会えてよかった、君に出会えてよかったです。カナちゃんのふるさと、確かにみんな心配してくれてありがとうございます。家族は大丈夫だそうです。競泳用水着、何競泳用、そういうのじゃない、そういうのじゃないけど、普通に女の子が可愛いって思うような感じの水着だから、みんなが可愛いって思うような水着ではないよ。そのネックレス買い取ります、どういうこと、え、リサ子とお揃いのネックレスってこと、ダメです、あげません、私がリサ子とお揃いなんだもの、絶対にあげないんだから。あ、露出は全然少ないと思う、普通に僕たちが思ってるような水着、知ってますよ、だってみんなおかしいもん、立ち上がってみ、立ち上がりません、いつか見いつか頑張ってください。あ、私のメール取ったら今日送ったよ、スカート、私のメール取れば、そしたら来月も送ってあげる。じゃあ私の来月の一発目の写真は今日のお話し会の全身写真にしようかな、だからあのよかったらメール取って
撮ってください。9月、そしたら全身写真が見れると思いますけどね。スカートいろいろ合わせそう。そうそうそう、可愛いよね。だからいい感じなんです。みんな可愛いと思いそうな水着、どんなのそうなさってるんですか。もう分かるよ、みんなが可愛いっていう、みんなが見たい水着は。でも私はそんな水着あげない、着ないですから、一生今後も。私は自分が可愛いと思うあの水着を着ますから、本当に。なんでそんな、もしあげれたとしても楽しみにしないでください。みんながみんな、えって言うと思うよ。えこれ水着なのって普通に言う感じだから大丈夫。全然本当にもうこんな感じ、もう ほぼこれ、ほぼこれ、これ水着みたいな。リサから買い取ってかなとお揃いにしたいやばい、リサコから買い取られる。じゃあみんなでお揃いにしよう。じゃあうちらのお揃いのやつを買えばいいじゃん。でも隠すけど、内緒にするけど、お揃いにしたやつ。ダースさんありがとう。花火嬉しい、花火見たくなってきた。今の気があるなりたい、目覚ましテレビ、あれめっちゃ好き。うち I'm not おかしい。おう、イエス。お揃いなのリサコと、シズミズリサコさんとお揃いネックレスを視聴者プレゼントしません。私がせっかくお揃いで買ったんです。あ、リサコとお揃いの靴下もあるよ。今洗濯して干してる。めっちゃ可愛いんですよ。後で見せてあげるよ、みんなに。配信が終わる時間ぐらいに見せてあげる。リサコとお揃いの靴下1個交換したからね。なんか色がいいです。なんか2人で合わせたら同じのが合わさるみたいな感じのにした。2種類買って1個ずつ交換したからいいでしょ、リサコと。だからなんかビッコビッコみたいな感じなんだけど、全身写真楽しみにしててね。写真だけしか来てない。全身ブログにもあげるっしょって思うじゃん。じゃああげない、ブログにあげない、メールしか送らない、メールしか送りません。ブログはこっから上のやつはあげようと思います、この服のね。メールだけにします、全身は。じゃあ9月1日、明日のおはようメールで一発目で全身写真をあげるので、もしイデカナウのことが気になってメールを撮りたいなって思った方はそれが見れます。カナウの今日の全身写真が見たい方はメール撮ってください。営業前にそういえばね、すごいね、カナもバスはしたすぐ揉めつ嬉しい。僕たちは可愛いと思う水着を着てほしいです。着ません、その手があったか。ここだけの話、カナちゃんのメール1年前かと。嬉しい、感想教えて。井出カナのメールの感想教えて。ちょっとみんなにさ宣伝してみてよ、 PR して。カナのカナのメールの PR 一番うまかった人は、じゃあ何でもしてあげる。カナが一番うまかった人ね、カナが一番うまいと思ったらね。で思わなかったらダメです、ブーブーです、私基準ですので靴下なら片方だけもらえますか。ダメですよ、だって23センチですよ絶対履けないでしょ。靴下お揃いできる。ああでも福岡行って買ったらさお揃いできるんじゃない。えち八割とちいかわの靴下ですよ。なんかラーメンと明太子の2人で買った。リサコピアス入った。え、わかんない、そこまで見てない。こんばんは、俺は水着じゃないから花写真嬉しいだって。嬉しい、お揃いセットを物販で。水着はメールでも NG かな。そう、わかんない、ちょ聞いてみるわ。一応こんばんは、ケツそらんやろ。え、どういうこと。違う、水着のやつじゃない、水着じゃなくて全身写真ってこと。じゃあメール取る、嬉しい。いや今水着だと思った、水着の話してると思った。水着はまあマネージャーさんに聞いてみる。別にそんな水着ってほどの水着じゃないからね、別に。なんか水着ってほどの水着じゃないから大丈夫なんですけど。メール取ってくれる方の限定特別感、そう営業所メール取ってくれ、そうメール取ってるから明日も楽しみにしててね。脳内垂れ流しメール、あーまあまあまあいいんじゃない。でもちょっとまあもうちょっと、もう一押し。写真が可愛いどこが可愛いのかぼちゃプリンじゃなくて芋プリンの写真とか、もうおかしいぐらいの画角だよ。まあ嬉しいです、嬉しいですね。確かに写真可愛かったら撮りたくなるよね、メール。お、いいんじゃない、なかなかいいですよ。まあでももう一押しですね。日本語独特、10
自分的に入れかなの日本語。切るために写真とか。月300円かかります。知ってるわ。月300円かけてください皆さん。私の300円の価値はあると思いますか。ほらみんなカナのメール取ってくれてる人、言ってよ、ありますって言ってよ、言って言って、たくさん言ってください。クスッと笑えて突っ込みたくなる写真は可愛いギャップがある。素敵。今暫定1位です。写真も多くて、あ、お得、お得って言葉いいですね。私は大好き。明日からのメール楽しみしててね。あ、今日のこの服ってかさ、なんかさ、なんか期待下げされて、させて下げるタイプみたいななっちゃったじゃん。ねえ、何競泳水着って、わかんない、そんなんじゃないし、可愛いやつだし。あ、若者が可愛い、女の子が可愛いと思う水着ね。あの、あなた様方が、あなた様方が可愛いと思う水着ではないのです、本当に。だからもうみんな勝手に期待しないで。タロイヌさん、花火ありがとう。かなちゃんのメール長すぎず短すぎず読みやすい、たくさん届く、ネタが豊富で勉強になる。あ、いいんじゃない、暫定1位に繰り越しました。そう、長すぎず短すぎずは前のマネージャーさんに言われたよね。かながめちゃ一時期最初のずっと長文で送りまくってて、長文でメールを送ってたら、なんかあんまりメールはスクロールして見ないから、ちょうどこのページに収まるぐらいがいいよって教えてもらって、そしてからそんぐらいで送ってるんですよね。ネタが豊富、税別一回で解読できなくて何回も読むからお得。確かにそれめっちゃお得じゃん、お得すぎる。100円が10円になるぐらいお得。ベニちゃん花火ありがとう。ステップ細胞やばい、あります。面白いのは画像ないメール、これこそカナウメールの本質。確かに画像ついてるメールはなんか結構カチコチだよね、なんか自分でも思う。画像ないメール、確かに自分の思ったことを送ってるからね、今思ったこと。2位、画像ないメール結構本当にめっちゃ、あ、足見えてるの。これ配信してるとどこまで見えてるか分からない、あっぶな、もっと早く言ってよ。体操座りしよう。そうね、画像ないメール結構なんかうち脳みそって感じ、うちの脳みそって感じ。メール、逆に普通の入れかな写真が欲しいからもう場面追加するよ。嬉しい、水着写真はありま、静岡へ。めちゃくちゃ静岡に詳しくなる、嬉しい、よかった、静岡に詳しくなってみんなで静岡旅行しよう。レーザーレーサーって何、ガチ泳ぎを、やだよあんな、来たくない、もう高校でもいっぱいいっぱい。明日からメール取ってねん、毎日ね、無料感いい、暫定2位。今誰が1位なの、あ、まだ1位がいません。何でもしてあげる券はまだ取ってあります。わしらの思うかわいい、かなの思うかわいい、そうだよ、長文ええやん、それが特徴やん。確かにそうやって言ってくれて嬉しいよ。かなの名と高くじ1万円分買ってないけど、やだそんな、やなんだけど、当たんないってことじゃん、絶対取りたくない。最下位、おはようポストとほぼ連動しておはようメールが来るから起きたんだなって思う。それは本当にそう、やばい、恥ずかしい、もうちょっと頑張るね早起き。100円が10円下がってる、そうだよ、安いじゃん。メール取りたくなりました、キラー星の手が見えない、よかった、足もって簡単、 TikTok ライブやばいね。なんで、ありがとうございます。7月はいつ約 1.8円、お得すぎない、やばくない、かなうパワー、そうです、皆さんにマイナスプラスイオンを与えてます、かなうパワーで。どうですか、ハロー、こんばん、おすすめ教えて、幸せになる、よかった。ということで、もう皆さんが1位です、皆さんのリクエストに応えます。ありがとう、みんな、かなうのメールを宣伝してくれて、これでみんなが
メールを取りたくなっただろうと思います。待ってます。9月1日からいてかなうメール、縦画面、確かにかなちゃんのメールは読むとみんなが幸せになります。取ってよ。プラスイオンってない？だからプラスイオンっていうのはプラスになれるイオンってこと、つまりイオンモールってこと、イオンモールみたいに素敵な場所ってこと。うちが歩くイオンモール。コメント読んだ、コメント全部読んだから一旦 DS しよう。今10時？何時？え、もうこんな時間、もう何時間も配信してるじゃん自分。陽キャになれる？え、陽キャなれない、うち陰キャだもん。うちだって挙動不審になっちゃう、人間と話すと。バンダイナムコ、カナウとカナオがいるおもろ。あ、お礼お礼お礼、ちょっと待って待って待って、山ちゃんにお礼書いたのにお礼をしてなかった。いる？山ちゃん、いますか、いますか、いるかな。3DS って 3D になる機能があるよね。あ、いた！山ちゃんのお礼をしようと思ったの、タワーのお礼。ありがとう！これかなうなんですよ。今日のかなう。嬉しい！ありがとう、タワー。よかった、今日メイクしてて。嬉しい、嬉しい竹でした。今日ありがとう、本当に。おはな、なんもない、特になんもない日なのに。毎日が。エブリデイ、毎日が記念日ってこと？嬉しい、ありがとう山ちゃん。ほら叶う、なんか手おもろくない？手かけないからさ、手後ろに隠したありがとう。イラストかわいい、嬉しい、かわいいって言ってもらえて、いでかな、こちらのいでかなちゃんも幸せだと思います。よかったんこぶ、嬉しい、ありがとう山ちゃん。これさ、みんなにさ、なんかもう渡したい。昨日怒られた記念日タワー仲直りタワーってこと？え？ありがとう、からし大根さんと、やっぱタワーありがとう、嬉しい。ちょっとタワーのお礼一回書くか、 DS 一回閉じよう、あとでまたかもやる。毎日イベント配信中かってぐらいの配信時間でさすがさっき配信配信って言われた。だから配信配信でかな、頑張ります。毎日イベントしてます。毎日がやべえ、明日はきっとってもらおう。うちもそう思う。予選にとっ、そう、私とビスも参加するので、皆さんいでかなの応援をよろしくお願いします。嬉しい、ありがとうタワー。じゃあ私も俺今からお礼書こう。おいしょ。じゃあみんなコメント欄でさ、お話ししてて。コメントできてないかな、なかったら悲しいよ。うーん、怒られたのでやばい。怒られた人はみんなタワー投げなきゃいけない。ルール、みんな DS やってましたか？質問コーナー。私は DS やってました。たまごっち、みんな、みんなとうち世代が多分違うからさ、なんかみんな何が流行ってたの？ポケベル？もしかして。怒られたらタワー立てないといけないの怖い。じゃあそんなルール私作ってないよ、もちろん。ケーベルは生まれてないの？え、じゃあいつなの？え、マリカ？それゲームセンターのマリカ？間違えた。え、04？ うちと同じって。プランスランペカっていうゲームが激ムズ。任天堂64。何それ、ちょっと調べよう。初期、え、何あの白黒ってこと？ポケベルゲームじゃないの？ポケベルゲームかと思ってた。ポケモンベルトみたいな。
初期の DS？ そんぐらいか。ディスクシステム。え、あれ知ってるよ。なんかさ、一つのさ機械にさテレビつなげてやってさ、たくさんゲームが入ってるやつ。あれこの前泊まってたから遊んだ時やったわ。なんか持ってて、友達前っていうかもう1年前ぐらいなんだけど、やった記憶。一生寝ちゃった。何それ、たまごっち。任天堂64し気になる。ゲームキューブ、何それ。え、なんかこれさ、これさ、これおばあちゃん家にあった記憶あるんだけど、これ見たことある気がする。なんかすごい、なんか透明じゃん、めっちゃかっこいい、水族館みたいだね。ゲームボーイ、ゲームボーイ知ってるよ。ゲームボーイはなんで知ってるかっていうとさ、トモコレで出てくるから。ゲームボーイがなんかテレビにつなぐやつ、なんだろう、昔のゲーム。友達ってやったんだよね、めっちゃ楽しかった記憶。最初に買ってもらった携帯ゲームボーイ、ゲームボーイポケット。すごい、知らない言葉が飛び交ってる。じゃあ私が京好きっていうのと同じぐらい私は理解できないから、なんか今私が京好き見てるとか、京好きとか狼とか、その連呼、そういう言葉を連呼した時のみんなの気持ちが分かったわ。今たまたま寝落ちしちゃったり仕事したりでタイミング合わなかった。そういうこと、カナンのこと嫌いになったのかと思った。ゲームボーイ画面が緑色、ちょ違うか、白黒画面。シーマン、何それ、ファミコンかスーパーハイムか。あ、それかも、それ友達やったこと、あ、指差しちゃった、ごめんなさい。それかも、それなんか友達やったことある気がする。すごいな、貧乏だからか、友達かった。カナの親でも生まれてないのと思う。え、ポケベル？なんかポケベルママの担任の先生が使ってたみたいになんか言ってたよ。なんかママの担任の先生が使ってたから、なんかママの担任の先生が使ってて、なんかママがそれでいじってたみたいに言ってた。なんかママの担任の先生がなんかそう話聞いたことある。違うのかな、それ違う機会なのかな、覚えてない。ボンパーマン、何それ。そんなわけ、楽しい金くんなった。カナンタワー来る、あ違う、なんだっけ、ルームではおもろい。ポケベルの世代、そうなんだ。桃鉄、うちめっちゃ桃鉄ガチ勢ではなかったんだよね。何の絵描いてほしい、ここに上に。リクエスト待ってます、からし大根さん。人生ゲームマジ懐かしい、めっちゃやってたよ。ドンキーコング、ママ相当若いの、わかんないもん。プレステ、たまごっちで満足したから、安い女私って。メコンベータ、わかんない、詳しい。
わ、沢村の1軒目は任天堂64だよ。そんな昔からあるってこと？だからみんな好きなの。人生ゲーム人形進化してみて怖いんだけど。今食べたいものの絵、ゆでかなさん保険に入らないこと考え懐かしい、ステイルやったわ、人生ゲーム懐かしい、そう懐かしい、隕石落ちましたね私の家に、懐かしい、保険入、これからもでも人生学んだ、人生ゲームで素敵、人生ゲームで人生を学べたことがとても良かったです、本当に皆さんありがとう、私と人生ゲームをしてくれて、お札があるゲームおもろかった、うちがいただのピン、サイゼリアって言うな、約束手形懐かしい、あと何が食べたいのかな、いっぱい食べたいものあるんだよね、よし、いい感じ、人生ゲームイベント楽しかったですね、リサ子のとこにいたんだ、懐かしいな、懐かしい、リサ子、リサ子、もうリサ子に会いたい、まあ、結構な、そう、リサ子とよく会うんですけど、リサ子に会いたいです、たまごっち入った頃買うの大変だったんだ、結構クリスマスプレゼントとかでもらってたの、お礼がある、お札、お礼、何それ、約束って、すごい人生だわ、物を受け渡しするとき手触れてしまうという感じ、確かに確かに確かに、結構あれ触れてたよね、ボーリングも触れるってこと、火星人らしいからな、アメリカンドッグとか好きそうって思うじゃん、こんばんは、かわいい膝見えてるよ、見せてるんだよ、嘘、カラス大根ありがとう、書いたよ、今フルーツとコーラが食べたい気分です、嬉しい、ありがとう、タワー、白のたまごっち10万、私ピンクだったわ、ピンクと紫とかだわ、ピンクと紫と水色とかだった、白はないわ、いっぱいあるけどたまごっちは、嬉しい、ありがとう、カラス大根いつもありがとう、バレたオンラインそう、オがさ、いやひらがなかなカタカナかなと思ってさ、ま、間違えちゃった、オだけ許して、オだけ、ボリングのピン、コーラ1リットルバレた、そうコーラ1リットル飲みたい、ありがとう、嬉しい、タワータワー嬉しいです、もうビスの応援も皆さんよろしくお願いします、2枠目だから頑張るかな、他のクラブありがとう、金魚チックありと、どういうこと、ノアミョン、私ノアミョンの話してないよ今、どういうこと、たまごっちは祖父が拾ってきたの待って、どういうこと、ゴミ箱からってこと、おもろ、疲れが吹き飛ぶぐらい興味がある、ありがとう清さん、嬉しい、浮気しないでください、浮気しゃみです、疲れ、みんなみんなの疲れを吹き飛ばす、いでかな必殺くしゃみ嘘ですよ、しませんよ、みんなの前でくしゃみはしませんよ、だって私アイドルだからやば、めっちゃ眠くなっちゃった一瞬、今一瞬だけね、かなちゃんの勉強感とかめっちゃ尊敬できる、やった、明日も勉強頑張ろう、どういうこと、勉強か、ボーリングの日休みとかないと当選してないけど、当選いつなの、くしゃみ見せてよ、見せないよ、かなちゃんの勉強元気、よかった、アイドルは鼻がない、あります、1分間寝ます、冷たいアイドルなんかなければ、アイドルなんかじゃなければ、ちっちゃん充電切れです、電池切れ、
可愛いくしゃみ、アクション、アクション、クシュみたいなやつでしょ。こんなくしゃみしませんよ私。一緒に寝たくない、一瞬だけ寝る。サインポスター楽しみー、懐かしい、ファラ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 、懐かしいですね。ミイラの間だって、やだこれ。壁の間、壁の間行こう。やっぱやめよう。つむじがと1、2週間、そうなんだ、楽しみだな。ミイラの間行こう。一旦ミイラの、ボーリング応募してよ。誰か忘れちゃった、知ってるわ。そんな教師さんが誰にボーリングと応募したのかなんて知ってますから。ミイラの間マジで怖くない？昔マジであれ怖かった、ミイラの間。ちょっと一回だけさ、ミイラの間やらせてください。そしたら一回配信する、もう一回頑張る。チャレンジ開始された。ん、身を食べる野菜、かぼちゃ、やった。え、なになになに、わかんない、わかんない、ブルーベリーは？え、なになに、さつまいも、あ、違った、やばい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 、枝豆、なに、身を食べる野菜、枝豆か、身を食べるきゅうり、かぶ、じゃがいも、じゃがいも、なんで、ブロッコリーだ。うわー、あと22秒しかない、顔が埋まっちゃった。え、なに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 、トウモロコシ、スイカ、トマト、梅梅梅梅、あ、あ、あと1個、あと1個、セインゲン、よっしゃ、やった、できた。できたぞ。ボーイング応募してくれてありがとう。DS の美しいよね。マリカーした。今日、発信終わったらマリカーしよう。もうこれ飽きた。うちさ、気象だからさ、1個ゲームしたら飽きるんだよね。あとで違うゲームしよう。で、なんかさ、あとさっきなんかみんなになんかこれ見せるよって言ったんだけど、なんか何見せるのか忘れちゃったから一回いいや。なぜ青にした？その時青が好きだから。8333花火ありがとう。つむじと、なんでだろう、曲がってるのかな今日の。29、スペイバンドラウク29、え、どういうこと、もう過ぎたってこと、どういうこと、どういうこと。リュウさんこんばんは。マリオカートしたい。うわ、マリオカートしたくなった。マリオカートの風船バトル大好き。そう、うち飽き性だから早いの、飽きるのが。充電懐かしすぎ。青春のやつ懐かしいでしょ。充電器あ、お揃い、あ、そう、リサ子とお揃いの靴下って言ったか。なんか見せるなって言ったけど忘れてたんだよね。見せてあげる。リサ子とお揃いにした靴下でしょ。これか。乾いたかな。あ、まだちょっと湿ってる。もう一回後で洗濯。
遅っ。洗濯干すからここで見せてあげる。これまだ履いてないんです。履いてないけど洗濯はしたんで。じゃじゃーん、すごくない、可愛くない。これ本当はこっちがなんかもう一つの片割れが8割なんですよ。8割のラーメンがあって、そっちはりさこが持ってて、でこっちはちいかわの明太子をりさこが持ってる。こうやって別々で売ってたのね。これこっちは違う、もう一個りさこ持ってる方で売ってたから交換した、2人で買って。これが2人の靴下、みんなもお揃いにしてね。可愛くない、めっちゃ。これ福岡のお土産、自分へのめっちゃ可愛いよね。安かった、500円とか。でもう一回干す感じなんです。やばいやばいやばい、なんか顔でかくなった。そう、福岡感あるよね。そうなんです、福岡のお土産なんです。りさことお揃いの左右交換したんだよ。靴下は視聴者プレゼントしませんよ、全然。欲しいんですか。あ、そう、応募方法はメールで、メールで、なので9月のメール取ってください。待ってます。リス懐かしいよね。自分も風船バトル好きぞ。え、友達戦にしてた、カナも友達戦にしてた、めっちゃおもろ、同じ世代すぎる。そう、明太子のって可愛いよね。買いに行ってくる。博多駅の阪急、わかんない、阪急とかわかんないけど博多駅で買ったよ。メールとテーマスクでしたください。キーワードがメール、そう、キーワードがメール、応募方法とキーワードがメールにあるので、よかったらイデカナのメール9月から取ってくださいね。おはよう。嘘はダメ、嘘じゃない、ナイトクルージング嬉しい。今のマシンですかね、言い方上手、上手とかあるの。明日靴下をやばいって。ということで、そろそろ配信終わりにしようかな。だってお腹空いちゃったのかな。でまだ今日食べるもの決めてないんですよ。だから今から決めます、食べるもの。せいくん似合う、ありがとう。今日の服装よく似合って嬉しい、ありがとう。今日は頑張って自分も会えたんだ、みんなに会うのが楽しくて。お話し会はみんなとのデート、ルンルンで髪の毛巻いた。なんとなくみさくとかに、いってらっしゃい、いってらっしゃいです。ちゃんと洗濯したやつでお願いします。してるわ、してるわ、毎日洗濯、毎日してるわ。うち今日の、今日も洗濯したら偉くない。お話し会の喉が、うわー、びっくりした。お話し会の、お話し会の前に洗濯したんですよ。自分偉くない、洗濯しました。偉いでしょう。みんなが必ず洗濯しないと思ってるけど、私毎日してますから、マスカラ。今年結局プール行けた？そう、りさこと福岡行った時プール行きました。結局嬉しいだけ。そう、プール行けた。でもうち行きたかったのが読売ランドのプール行きたかったから、まだ心の中に、でも読売ランドのプールまだやってるから、まあ東京だから友達とか誘って行こうかなって思ってます。9月行けたら、だけど行きたいなって思ってます。一緒にご飯食べますか？一人で食べます。晩ご飯、そう、これから晩ご飯。何かの手違いで当選者がいないだけで、応募キーワードはちゃんと配信されそう。そう、なん、そう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 、そう、応募キーワードはちゃんと送るよ。でももしかしたら誰も当たらないかもしれない。だってわかんない、それはルーレットだもん。誰も当たらないってこともあるもん。今日の写真見て可愛いじゃんって思った。嬉しいですね、それは。それは嬉しいだけになっちゃいます。え、本当？え、今日みたいなやつがいいってこと？いつもよりも。ね、見たコメント欄でさ、TK さんコメントしたからさ、なんかメイクが変だったのかなってめっちゃ思ってたら、可愛いって思ってくれてたかってことだね。長泉町見ようかな、24時間テレビ。今日はお風呂入って、で、ベッドで、あ、ご飯食べて、ベッド乗って、
でテレビつけて24時間テレビを見ながら寝る。今日お話し会に参加してもっとかなちゃんを襲うと嬉しい。ありがとう。お嬢様ですから私。みんな私のことお嬢様って思ってないでしょ。うちめっちゃお嬢様ですよ。毎日そう洗濯毎日して女子力高い女子です。洗濯キャンセル会かと思ってる。いや本当に今日のお話し会の前したし、したし。お話し会はみんなとのデート。そうお話し会はみんなとのデートだから楽しみにおしゃれしてったんだ。カナレシピに書いた見たよ。でも同じの中2個書いてなかった発見した私は。偉すぎる。お洗濯頑張った。お風呂キャンセル界隈。お風呂キャンセル界隈違いますよ。私偉いから、私偉いからお風呂キャンセル界隈じゃないです。イベントはいつから、イベントはあ分かった。イベントいつからか。19よろしくマンモス。おおすごい挨拶だね。よろしくマンモス。サマーランド、サマーランドも行きたい。でもよみうりランド行きたい。なんかよみうりランドずっと行ってたから行きたい。サマーランドも行ってたけどずっと小学校の頃は。なんでか知らん、あそうそうサマーランド行かなくなっ、んでも行きたいですね。サマーランド大きいさ、なんか吸い込まれるこういうさなんかスライダーみたいなあるよね。あれ好きだよ私。でも読売ランドなんか楽しい。なんか普通にプール水着のままさなんか乗り物乗れるじゃん、アトラクション。そのそっちの方のチケットも買っとけばナイトプールも楽しめちゃう。もう全部楽しいし、なんかなんかさ夏の音楽流れてさ水のさショなんかブシャーみたいなやつ、あれめっちゃ好き。お昼ぐらいにやるやつ。ああいうのでプールを感じますね、とても。 X にかなちゃんのポスト嬉しい。明日の絶写真楽しみにしててね。メールだから撮ってね。みんな福岡のプールだってあの人気のところかな、なんかルイガンズみたいなところと迷ったんですよ。ルイガンズってとことあのヒルトンで迷って、なんかそなんか台風来そうだったから中があるところがいいねってなってめっちゃルイガンズみたいなところ行きたかったけど、あのヒルトン行った。ヒルトン本当に人いなかった。もう3組ぐらいしかいなくて全然好き好きでしたよ。いつもツインテールのイメージだったからキュンあ勝手にキュンとか言っちゃった恥ずかしい。今日が自分的な動作本当よかったです。それは相変わらず夜行性、そう夜行性動物。皆さんナイト動物園に来てください。でかない来ないでくださいだけど、ツイートの写真は毎回可愛い。嬉しい、ありがとう。何の上でご飯食べる、何の上、ベッドの上ご飯食べないよ。それはホテルとかでホテル女子会した時にするかもしれないけど普段はしません。ベッドの上はね清潔に頼もちたいからね。うちベッドの上本当にお風呂入んなきゃ乗らないし、もうマジで外出た服とか乗らないし、外出た足で乗られるのも嫌だし、もう本当にうちベッドはもう本当に自分のなんかもう大事な場所、も本当に誰にも入らせたくないから、なんか本当にって感じ。なんかベッドは本当にもうダメダメです。ベッドの上とかでご飯はまあ食べれませんねツインのイメージあるから今日いつもより大人っぽくて可愛い。嬉しい、やった。たまにはこういう入れかなもどうですかマルスさんありがとう。料理いつか食べたい、任せて。イータみたいな人がお嬢でしょ。いや私みたいな人もお嬢だよ。昨日作ったサイダー缶、え食べたい。サイダー缶作ろうかな。19日から1週間頑張ろうね。みんな頑張ろうね。車で行ったもん、サマーランド。いとこのさ車で行ったから。いろん素敵だけど雑誌から抜け出した君こそが愛とるんだ。サマーランドは遠い、遠いんだ。読売ランドアイドルもよく行ってる。そうなの、読売ランドめっちゃいいよ。私は読売ランド好き。読売ランド普通に好き、普通に。しかもさ自分静岡からも結構行けるんだよね。普通に簡単に行けるくない？電車で小田急何に乗るか分かんないけど電車で簡単に行けるよねって思う。私は車で行くんですけど、いいとこの
いとこっちの親の車で毎年行ってたけど、電車でも行けるよね。ナイトプールね。ナイクルは泳ぎます。え、ナイトクルージング？え、どういうこと？泳がないだろ。どういうこと？え、海でってこと？そういうの楽しめるとか陽気やん。え、ち、陽気じゃない。陽気じゃないよ。自分たちで楽しんでるだけ、別に。本当に。自分たちが楽しんでるだけ。自分たち、なんて言うんだろう、別に陽気じゃないよ。自分たちで楽しんでるだけなんです。次回の話し会から、じゃあ相談したいこと。いいよ、任せて。私相談乗るの大好き。もういつも恋愛相談。なんかめっちゃ充電がないんだけど。キャンメイク東京ですから、毎日更新されましょう。可愛い時で、キャンメイク東京たくさん使ってますから。餌を与えない、なんでよ。そ、神聖な、そう、なんか潔癖症っていうかさ。え、でもこれあると思う。リア中も言ってたもん。なんか自分のベッドはなんか遠征とかでさ、ライブとか東京でさ泊まるじゃん。その時に絶対に自分のベッドに他の人は乗らせたくないで、カナだけじゃなかった、リアチもそうらしい。嬉しい。カナはめっちゃ潔癖症なわけじゃないけどね。サイダー缶ビスイベント作ろうかな。確かに静岡って聞くと井出カナさん思い出すよね。嬉しい。そんな静岡イコール井出カナのイメージをもう全世界全国民35億の人に植え付けたい、脳みそに。サイダー缶レシピ任せて。ユミランド都心から40分ぐらい。近いじゃん。だからみんな行くんだね。ユミランド行こうかな。ちょっと調べよう。バイトしてたの、ユミランドで。ユミランドうち好きだよ。ちょっと調べるわ一回。ユミランド、ユミウリランド、読売ランド、読売、ああプール、プール営業時間、メール取ってください。あと15分です。まあたくさん全身写真が送られてきますよ。待ってます。それいとこと仲いいか、いとこに。でもいとこお金ないって言うんだよね、なんか知らんけど。お金ないってなんで、そんなお金ないんだろう。待って、もしかしたら、もしかしてだけどさ、ヨミランドのナイトプール絶対さ、だよね、ですよね。うわー、ショッキングピープマックスだわ。78で終わる。あ、でもさ8いけるくない。福フェスが7にあってで帰ってそのまま行けばいけるくない。あ、いけるくないとか言った。危な危な、ちょっと一回スクショしとこう。まあ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 、やばい、よかったよかった、生きてて。普通に安いよね、ヨミリランド。だってうちヒルトン行った時5000円ぐらいして、結構高いからね、ナイトプール。ヨミリランドでバタフライしてみた。待ってます。溺れてるけど大丈夫。ピューロランド、ピューロランド行ってたな昔よく。クロミちゃんが好きだった時代。必ずメール取ってね。昔 AKB が握手売れ始めた時に全国握手会、ヨミリランドで、どういうこと、どこでやるの、すごいね。もう終わりにしようかな。バイトしたアンピーさんに案内してもらえる。バイトしたんだ。遊園地の控え室、ぬいぐるみの顔だけ外してタバコ吸いショック着た。やばーやだ、それオタク大集合。ヒルトンは高級、あ、そうなんだ、高級なんだ。オタクさん大集合しちゃやだよ。ヒルトン高い、ね、え、なんかさ、ヒルトン高い高いってみんな言うからさ、なんかめっちゃ高いんだと思ったら、ホテルさ、その日泊まろうと思ったんですよ、本当はヒルトンに。でももうホテル取っちゃってたからやめたんですけど、なんかさ、なんかめっちゃ高いわけじゃなかった。なんか自分なんかみんな高いって言うから10万とか、え、すごい、花火だ、嬉しい。10万系かと思ってたのに、10万とか100万とかするホテルあるじゃないですか、たまに。なんかそういうガチガチ高級ホテルみたいな、なんか YouTube とかでよくあるじゃん、なんかプロポーズする場所。
で、そういうもんだと思ったら意外、まあ5万ぐらいするけど、なんか100万単位じゃなかったから、そうびっくりした。100万系のなんかと思ってた自分。よくあるじゃん、なんかカップルがさプロポーズするホテル、それかと思ってた。あ、それあれなのかな、5万円はなんか低いホテルなのかな、低い低層階みたいな感じなのかな、わかんないけど。そう、いつか100万とかのホテル泊まってみたい。いつかね、いつかね、一生泊まる日ないかもしれないけど。ヨイランド駅前で歩いて1時間ぐらいから、いや、でやばい、絶対その名前にしないでほしいよね。外前だね、ヨイランドにあるイベントスペースあるから。あるんだ、ピューランド招待、やばい、先輩前にしたんだ。やりたい、ピューロ大好き。はるさん、ありがとう、花火嬉しい。ヨイランド行くときにスペースしたい、物理的な高さ。はるさん、花火ありがとう、嬉しい。花火バンバン、ホーリーさん、花火ありがとう。あきつさん、そのぐらいじゃない、そういうことか。まるさん結婚しないよ、だって今日はご飯食べてないもん。グランハイアットみたいな。あ、そう、え、ブルガリ、それかな。なんかさ、YouTube かなんかで見たんだよね、自分。なんか一時期なんか高級な生活をする人の YouTube にハマってて、それでなんかそれ見た気がする。なんか見た、そんなやばーと思った。普通に泊まる人いんのと思った。まあ泊まってるんですけど、その人スイートやば、いつかスイート泊まりたい。ミラコスタのスイート泊まれますように、人生で1回。オタクが泊まる、オタクさん、オタクさん、確かにオタクさんはさ、うちももし自分がオタクさんしてたとしたら、あ、ちょっとオタクって言うとなんか呼び捨てしてるっぽいから、なんかさん付けてる、さん付けてます、すいません。なんかオタクさんが、なんか自分がもし皆様のようなオタクさんだったら、うちもそうしてると思う。もう本当に自分寝カフェに泊まるわ。寝カフェ泊まって、もうガチでもうめっちゃなんか本当推しにお金使いたいと思ったら、もう寝カフェ泊まってガチでもう一生合ってる気がする。自分がめっちゃ好きだったらね。自分はめっちゃそこまでめっちゃするようなオタクさんではないけど、部屋による、あれくらい100万泊まったことある人いますか。え、でも割り勘したら50万、でもやばいな でもやばいな、夢の国パンダか今日一番笑った、夢の国のパンダコって。顔赤くなっちゃった、めっちゃおもろい、パンダコットやばい。なんだっけ、ミラコスタ 確か合ってないじゃん、ミラコスタない、あ、ミラコスタ、ミラコスタはない気がする。ランドホテルは妹の誕生日で泊まった記憶。でもディズニー系のホテルはめっちゃ泊まる。あ、トイ・ストーリーホテル行きたいんだよね、自分。からし大根さん結婚しないよ、だって眠いもん。海中ホテル、海の中にホテルあるの、300万すんの。いいよいいよ、高級というよりラグジュアリーだから基本的に日本人相当して、あ、じゃあ海外人さんのもうめっちゃお金持ちさんが泊まる場所ってこと？ミヤカプセルとかね、カフェ。よかった、私だけじゃなかった、安心。あ、私だけっていうか私の思考だけじゃなかった。リアチューさんって呼ぶと もうな、マジでおもろい。リアチューさんってさ、めっちゃ他人やんと思った、さん付けすんの。たくさんお金ありがとう。ミヤノ州おたくさんだったら、ミヤノ州のようなおたくさんだったらどういうこと？旅行で飲むお金使えて嬉しい。寝かせとか寝れなかった。私寝かせとか多分寝れるタイプ、車の中でも寝れるタイプ、夜行バスとか大好きだからどこでも寝れるタイプなんだよね。インバウンドって何？ネスカフェ？ネスカフェアンバサダー。うまい。カナも将来泊まれるね。頑張る！カナ将来ミラコスタのスペシャルルームに泊まるんだ！研究生の日はカラオケ入れた。すげえ！
海外セレブビポだ。あ、そういうことじゃん。うちらとは 無縁の世界。うちが YouTube で見てたあれは何だったんだ。あと3分で8月が終わる。あ、皆さん9月のモバイルメール一発目は今日の全身写真を送るので、見たいなって思った方はカナウのメールを撮ってみてください。これたまにデカナウさんっていうね、意味わかんない。そう、絶対意味わかんないから一番意味わかんない。今日一番意味わかんなかったわ。8月中で一番意味わかんなかった。意味わかんない言葉。翌朝もね、確かにって感じですね。13位吉川さん、12位ナッカーさん、11位まるまるさん、10位ジェイちゃん、9位カンちゃん、8位タンタン、7位ハルさん、6位山吹さん、5位タックン、4位マピノピさん、3位ハンシタン、2位からし大根、1位は山ちゃん。ありがとう山ちゃんもからし大根、またはありがとうございました。嬉しい。皆さん8月ありがとうございました。9月もよろしくお願いします。8月は最高、もう忘れられない夏になりました。本当にもう全部が楽しかったです。8月、あー、10代最後の8月が終わってしまうよ。めっちゃ最高、もう結構本当に最高な夏になったので、来月も幸せになれると思います。みんなかなのこと大好きでいてね、一生バイバイ。おつーターゲット、そうなんだ。海外してる。カナウ動画作って待ってるね、平手おじさん。見るね。ファンです。嘘です。ファンです。応募キーワードも配信任せてください。では、ありがとうみんな。ありがとうね。おやすみ。いい夢を。みんな24時間テレビ一緒に見ようね。おやすみ、ミンゼミ。8月のサイド、最後。めっちゃ態度悪い。声。肘つく。ジャンプしようかなと思ったけど、この画角は足をつるからやめた。8月最後の、10代最後の8月だからジャンプしようと思った。肘いいよ今日だけ特別。うっそん、 YouTube 案件もあるから自腹ではないよ。何なんだよ、許さない。配信ルーム変わった。9月だ。